さあさささあさあさあ本日は皆様お集まりいただきありがとう誠にありがとうございますあたりちゃんの人間不信ファイナルファンタジードラゴンクエストスペシャル昔話ファイナルシーズン開幕でございます今日はねあの板用意してません、うん、今日はね板用意しないでね あのー、まあ、別にかっかかなくても、分かりやすいと思うんで。今日はね、紙とか、あの、か、書き物はね。やりません。なぜ、何を話すかというと。さてさて、その。ね、大シーズンワンに出てきた。お前、十年前と変わんねえなって一言で。狐さんはぶち切れました。ね、お前、十年前って、何にも変わってねえなっていう。ね。一言に。 キツネ娘はブチ切れて「てめえこのいいとこの野郎」ってなりましたじゃあその10年前に何があったかってことなんですかこれ10年前に何があったかってことなんです、うん、今日はねこれです10年前に何があったのか狐娘狐娘とたぬきに何があったのかっていうですね うん、で当時ね、あのー、私ね、自主制作映画っていうのを撮ってまして、あのーまあのまいわばもうミニ DV だよね、今のあのー、メモリになる前、テープの状態で録画して、まあいわばリニ,アリニア編集ってやつかの、ノンリニア編集ってやつかな、まあいわばテ,テープでキルキルってやって、一回、 落とし込んでデジタルってこれだかからリニア編集なのかちょっと分かんないけどまあテープの今昔テープだったからあのスティックメモリーとかじゃなくてあのミ,ニミニ SD とかじゃなくてあのーテープをハードディスクに落とすってことをやったんですよ。でそれで編集やっててまあ,あこれ自主制作映画撮れると思ってであの映画撮ってたんですよ。でキツネ娘は。 まあ映画が大好きなのね、10年前。キツネ娘は映画が大好きなの。まあだから俺が20なんぼだ20 23歳ぐらいか。うん。きつ娘が二十歳21ぐらい。だからもう、今から言ったらもう18年とか前。 十八年、今まで言うと18年ぐらい前かな。うん、で、まあ約1八十0年前っていうふうに一区切りで言ったんだけど、まあ今から言うと18年前。ちょっと前で言うと15年ぐらい前かな。で、映画、映画を撮ってたんですよ。で、めちゃくちゃ映画が好きで、で、まあ、俺が自由製作映画撮って、まあ俺からは電話しないんだけど、向こうから結構ちょいちょい電話かかってきてて、で、まあまあ、 娘っていうのはさ電話マだからもう,もう電話大好きなんですよ。もうめちゃくちゃ電話マン。もう何かあったらすぐ電話。何かあったらすぐ電話。まあ、まあ、トランシーバーだっていうかそのまあとにかくもう電話が大好きだった昔は。す昔は。俺なんかはもう何携帯なんかもあの持たない人だったから家出にあの家出にかかってきたんですよ夜中とかに。うん ね、ででねそれでそので話してて「今何やってんの?」みたいな感じで「いや実際作業家撮ってるよ」って言ったら「え何、ー、それ?」みたいなってから始まったんですよ。うん、ほんであのー、でね家で一本目撮って。 1>, まあ1本目だよね。1本目撮って、ほんで、撮ろう、取ろうって話になったんですよ。で、まあ、そういうとまだ撮ってなくて、今、企画を考えてた頃で、いや撮ろうと思ってるんだなってなったら、私もやりたいってなって、あ、めんどくせえなーって思いながら、めんどくせえやつ絡んできたなって思いながら、まあまあまあ、いいよ、別にって、まあ、そんなね。 俺、監督だから、みたいなことを、俺はやんないから、まあ、監督って一番めんどくさいし、手間かかるんですよ。で、それで、まあいいよ、みたいな。電話でこう言ってきてさ、いろいろ言ってくるけですそしたら、私もね、映画大好きな、ね。私も映画大好きな。って言って、っつって。で、確かに映画好きなんですよ。昔から、昔はね、なんだっけ、あの、だけジャッキー・チェンダとか、 あの、ユンピョウだとか、うちらせら、うちらせだよね。ユンピョウジャッキー・チェーン、サモハン・キンポー、それから、ジェット・リーニー。まあ、いわば、アジア系のね、めんどくさいけど、うんあ。アジア系の、映画スターが好きだったんですとにかく、金城武だとか。アジア系が好きだったんですよ。まあまあ、もちろん、あのー、リバー・フェニックスがあっちの方も知ってて、まあ、毎日ロードショーとか書いてで、 彼女がね、あの、彼女っていうか、その、狐娘が、き娘がね、言うには、何あ何 <laughs>、ね、いや、これ俺、あ、これどうしようかな。<laughs> これ言うのやめようかな。あのね、なだっけ。私女優なりたいって言ってる。まあ、むしろね、女優なりたいじゃない。先にね、 誰々と結婚するみたいないや、好きすぎちゃって結婚したいってよくいるじゃん、なんか。わからんでもないんですよ、俺も。好きな映画スターがいるんだけど。うん。で、その時ね、あのー、ちょうどね、リュック・ベッソン監督の山かしっていう、山かしっていう映画があったんですよ。これ山かしって何かっていうと、いわば、あのー、何、パルクール、 パルクール集団がいて、まあ、何あの飛んだり跳ねたり、街の中をさ、あんな壁登れねえだろってところを、ポンポンポンって行って、こうどっか捕まって上に上がったり、パルクールって知ってる屋根に捕まって行ったり、あのー、ベランダからベランダに飛んだりとか、あこうまあ、ジャッキー・チェの若い時みたいなことを集団でやるみたいな、それをアート行動あの、アクションアートみたいな感じでやるってのがあって。でその そいつらを使って山貸しっていうのをリュックベーソンが作るわけで、まあいば。まあ、見応えはあるわけでしょ。ただ、ストーリーはただ盗まれたものを、なんか盗まれた子供を助けるみたいな、そんなストーリーだったと思うけど、まあ、そんなことはどうでもくて、ただただその、何、シティアクションを楽しむっていうような映画なんだけど、その中にアジア系のね、ひあのスターが一人いたんですよ。ね。なんて名前だったかな。なんかまあ、いい男なんですよ。うん、シュッとして。 <laughs> シュッとしたいい男なんですよ。で、で、それで、あ、好きなんだ。で、ずっと話されるから、あ、好きなんだ。へえー。つっ,って。うん。から、いやね、私ね、フランス人になるというわけで。でまあ、フランスにいるんですよ、その、山梨に出てる人がね。フランスでなんか、芸能活動やってて。で、 私、フランス人になるってわけ。ああ、って。おまた始まったぜ、とか思いながら。こういう話をずっと夜中、夜通し聞かされるの、当時。うん。夜通さ2時間、3時間。で、俺もね、こう聞いてさ、は <laughs> ってやるじゃん。<laughs> ああ、ああ、あー、あーそうすごいねって言ってさ、寝,な寝っ転がれないっ聞くからさ、ただで、ね。眠いでしょ眠いでしょあくびしたでしょ、眠いでしょって言って。 うん、ちょっと怒らないんですよあ大丈夫大丈夫聞く聞くっつって,って、うん、で俺はもうすごい切りたいんだけど <laughs> すごい切りたいんだけどめちゃくちゃテンション上がってあのあやってくるつまりねでフランス人になってどうすんのって言ったらフランス人の女優になるとで,で山梨のその人と結婚するっていう話を夜中ずっと聞かされんの <laughs> ずっと。 これね、その何かね、被害を受けた方はおそらく数が多くいて、うん。で、フランスになるっていうから、どうやったらなれるっていうから、いや、あのー、まあ、ある程度、フランスは国籍国、フランスってすごいよっていう、難しいよ、国民になるのって。 うん、フランス外人部隊で10年勤められれば権利が出るけど、フランス外人部隊になるのっていう、うん。元カノじゃないですね。元カノじゃないです。いや、俺のじゃないですよ。また動物園の話。動物園の。ど動物園の話。うん、で,で、結婚で、言って、でねで、その前には、ハリウッド女優になるって言ってた時があって、 <laughs> そのもっと前にはねハリウッド女優になるって言ってた時があっていやまず日本で成功しようよって俺は思ったんだけどね狐女とひげのいとこだよねいや違うと思うね,ねそ,うそういうことはねふてますねだいうどういうひげののきとほら狐女はあれですからあのー、種族が違いますからええね 動物園の中でも種族違いますから。あの、ライオンと、ライオンとウサギは違うでしょうん。そんな感じ。うん。関係性はね、全部嘘の話だこれ。いいですか皆さん、これ嘘の話ですから。嘘。ね。ファイナルファンタジーだからね。うん。で、で、その前にさ、さっきずっとハリウッド女優になるとか、フランス人になるとか、で、 いやば、痛いんですよ <laughs> い。とにかく痛いんです。で、それをガチで言ってくるわけよ。それを、これ別にね、これ大した話じゃないんだったら、別につまんねえ話だしね。つまんねえ話だから別にどうでもいいんだけど、いや別に言うことでもないんだけど、この話めちゃくちゃ面白いから <laughs>、この話めちゃくちゃ面白いから、あえてしたい、俺はしたいんだよね。うん めんどくせえんですよ、なんか。もう、俺20、当時23だけど、で東京にいたじゃん。いわば田舎、田舎育ちのシティーボーイだったわけよ、僕は。ね。だから、いわば田舎の男に話、田舎の人間に話すより東京にいて、そういったいわばメディアの関係の仕事だから、ゲームとかね。ゲームとか、あの、テレビ局の CG とかのやつやってたから、CG、まあ、うん、そんなんやってないけど、なんか、うん。 まあ、テレビとか映画の仕事もやってるし俺やってたしゲームも作ってたし<っ>うんエヴ,ァンエヴァンゲリオンとかにも名前載っててあ、まあ、ちょっとだけだけどねエヴァンゲリオンだとか、あのー、最初の劇場版のやつに名前とかスタッフロール載ってたりするわけですよとかっていう話は入ってるわけいや今度こういう仕事やったと今度ゲームでこれやったとかってこと言っててでスクエアに行ったとかっていうのも言ってるから。 いわば、そこら辺のやつに話すよりは、いわば、業界人に、業界、まあ、下っ端だけど、業界の中に入ってる人に話すんですよ。だから、なんとか、なんかね、その、話すことによって、なんかリアリティがあったんじゃない第一章から痛い,い、ずっと痛い,いですよ。いや、第一章は、あのー、何、おすげえ大人になってからだから、うん。子供もいて、親になって、 なんだろうね。もう40近くなってからの話だから、きつ娘が。化けてからの話ですけど化けきつねになってからの話ですから。だから、あの痛さっていうのは、遡って20歳の頃からだよっていうのを今話だ。だから、何ファイナル、日本昔話、ファイナルファンタジードローンクエスト、ザ・ビヨンドなわけですよ。うん。 うん。アウトレージっていうか、いた、いた、あいたレージ。ね、いたたたっていう、あいたレージザビヨンド。うん。だ皆さんね、これやると痛いって思われるから気をつけてっていうね、啓蒙活動ですから、これは。ただ、この、あのー、いろんなキスで娘たる髭殴きは、 あの、想像ど、想像上の産物であり、実在する人物、または団体名とは一切関係ございません。ねえ。一切、実際存在する人物及び団体名とは関係、一切関係ございません。念をさして言いきます。ねえ。念をさして言わせていただきます。ねえ。あ。よろしかったら、 メンバーシップってください。本日からすべてのラジオ動画、第1回から第100何十回までのラジオ動画、ラジオがですね、すべてメンバーシップしか見れなくなりました。はい。そういう設定にしましたんで、あのー、ラジオのアーカイブを見たい方は、えー、っと、ラジオと動画が楽しめる、もっと楽しくなるコースに入っていただくと全部見れますんで、よろしかったら、ね。 あの過去のあたるちゃんラジオ第1回から聞きたいなって昔何言ってたんだろうなってことを聞きたい方はですねぜひアーカイブにああじゃあじゃやじゃあじゃねメンバーシップに入ってラジオ動画を楽しもうねうんそう結果から入るパターンのファイナルファンタジーそう空いたレージなんですよ置いた,おいたレージ置,置いたレイジなんですよ若い頃はあるあるなんですよ フィクションです。このままの物語は、フィクションです。うん。相当のフィクションです。てかもう実在しません。そんな人は。でね。で、すべて僕の妄想ですから。ええ。念をさして言っておきます。弁護士の方見てらっしゃるうん。すべて妄想ですからね、これは。嘘ですから。なぜなら、住所、名前、年齢、一切言って、年齢は言ったか。 住所の名前は言ってませんから。うん。ね住所の名前は言ってません。うん。ね遠い遠いお国の話ですからね。これは最初に言っときましょう。うん、でね。ほんで、で、ハリウッド女優になりたいから始まって、でハリウッド女優になりたいのはおそらく、あれ何だったっけリバーフェニックスだったかな。リバーフェニックスのことが好きで、リバーフェニックスと会うには、ハリウッド 女優ななななきゃいけないけイコールハリウッド女優なるだったんで,で英語の教材とか買ったの確かうんで手つけないままタンスの上に置いてあった気がするそんなそういうなんか英語の教材それで買ってたなんか10万円ぐらいする英語の教材買ってて一回も封を開けないままなんかタンスの上にポンって置いてあってあげようかみたいなこと何か言われた気がするうんなんか うん、で昔からそうなんですよハで。ハリウッド女優になるんだったらまずさ演劇を勉強したらとか、うん、一回アメリカ行ってみたらとか、うん、ってなるわけでしょ。だからそうやって周りに風潮するのがすごいなんだろうね人助けたいって言った手つかず。 うん、人助けたいって言って、人助けた気になってるような人っているじゃない。実際ボランティアまでしないで、俺ああいう人間助けたいんだよね。ああいう人間をほっとくやつって許せねえよって言いながら、一日後にはもうほっといてるみたいな人いるじゃない。で、だから言うだけで、だ政治家に多いんだけど、言うだけでその、助けた気になるみたいな。うん。助けたいとか許せねえって言った時点で、 なんか俺は正義の味方になってんだみたいな人いるじゃない、うん、それのハリウッド女優になりたい日本人バージョンっていう、うん、でそれが収まったんですそれもね電話で聞いてんの俺それも聞いててそのあとあのフランス人になりたいとなぜならその山火事に出てる <laughs> 男優っていうの俳優と付き合いたいだか結婚したいだかって言っててでそれを永遠聞かされんの1週間にね2回ぐらいだ多い時3回ぐらいかかってきてで夜中に2時間3時間、ね、酒飲んだ勢いでかけてきてんだと思うんだけどだらだら聞かされるわけですよで俺はあのハンディホンにして こう流れながら俺はこっちで作業やってんだけどこれでガチャガチャガチャって作業をやりながら自分の敵あいろんな作業をしながらこっちでその何たわごとを聞くわけですよこうでうんうんええー、そうなんだおうん、聞いてる聞いてるうんああどうすんのうんああ夢いっぱいだね」って言いながらま,まあまあ同じことを毎日言ってくるからスうすうッて。 うん、右の耳から入って左耳突き抜けて壁に刺さるみたいな感じ「うん、聞いてる!」みたいなこと言われて「うん聞いてる聞いてる!聞いてる」っていううん <laughs> っていう状態が続くわけですよほんであのー、いやまあ俺は自主制作映画作るからさあつってまあそっちはそっち頑張りなとじゃこぼ私さ私さそれ手伝いたい」っていうわけ。うん 夜中は間の時間なんですよ。うん。お酒も入ってるだろうし。お酒飲むとほら、人と話したくなる人っているじゃない。電話し合う人っているじゃない。そ,そのタイプなんですよ。で、で、あのー、俺が人生作映画作る、ま、前じゃないです。前じゃないです。多い時は週3回ぐらいあったけど、まあ週1だったり週2だったりっていうのが続いて、うん。 で、こっちもさ、仕事終わった後だから、ね私もうざい彼女だったかな反省してください。<laughs> 反省して、この話を聞いてね、皆さんちょっと痛いとこ疲れるかもしれないけど、あのー、それはそれでね、青春の1ページなんで、十分に反省してください。<laughs> 身に覚えのある方は。で、 ほんでね、いや、電話はいいんですよ。電話はいいんだけど、内容ですよ、問題は。ハリウッド女優になるとか、フランス人になるとかっていう話を聞かされて、じゃあ行けばってなるのに、でもね、っていう、でもさー、みたいな、うん。なんか俺が提案、俺がなんか相談して乗ってて、アイデアを出してるんだけど、拒否られるみたいな。もう単純に、じゃあ行けばいいじゃん、まずって言って。 うんでもねそれはさみたいなそうなるとさうちはさなんかさそういうのあるとさなんかあのママもいるしみたいなううん、うんで今付き合ってるカリシムをそういうのでなんかあの応援してくれないって思うんだよねみたいなうううううん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 、うんでおそ俺その話とかいろきつ娘を通してですよ女性がぶわって話してくる時ってただ相談とか。 何かしてほしいって、な、何か聞いてよみたいな時は、本当ただ聞いてほしいだけで、アドバイスいらないんですよね。アドバイスしても、動かないんだよ。動かないし、むしろアドバイスされると腹立つっていうような状況落ちるんで、うんうんうん、えーってずっと言ってるのが、これがベスト。男としてはね。男としては。本当にベストなんですこれを、 でもさ、それってさ、って本気に真剣に乗ると、何私のことわかんないってなるから、ってなるタイプだから、キスネは。うん。それで僕は勉強になったね。うん。ねで、で、今度取るんだって言った時、私もやりたいっていうわけ。あ、手伝うつって。何やるって言うから、いや、あのー、 いやわかんない何。何でもいいって言うから。あ,あ、じゃあ、でね、もう出てくれる人は大体当たりつけてたから、俺は。やってくんない、やってくんないっていうのを当たりつけてやってたから。あのー、いや、もうサポートしか残ってなかわけだよ。ねえ。〇〇やっちゃん、ジャスコクの国民へようこそいらっしゃいまー

やっちゃんがやっと入ってくれたねえうんねえおめでとうありがとう末永く幸せにでねあのー、でさやっとなれたありがとうありがとうみんなも待ってるよ 他のみんなも待ってるようん何も怖いことはない、うん、最初ちょっと痛いけどね最初ちょっと痛いけど後から気持ちよくなるからうん怖いのは最初だけ、うん、ちょっと血出るしね、うん、大丈夫よでも大丈夫俺がちゃんとしっかりサポートするから、うん、ありがとうおめでとうってねあの何、ー、だっけ何なんなんでしたっけあそうそうそう あので何でもいいから手伝いたいって言うからでももうサポートサポートしか残ってないわけでしょ例えばもうあれ用意してとかあのなんか片付けるの手伝ってとかうんあの何、ー、場面転換するときにちょっと物どけてとかってそれぐらいしか残ってないけどいいって言ったら私映画好きだから。 そういうのに携われるんだら、ほんと何でもいいから、何でも手伝う。って言ってたの。もう、で、出てくれる者も決まってて、で、まあ、狐娘の知り合いってことにしましょう。ね。狐娘の知り合いが出てくれて、ね、なおかつ、あのー、出てくれる俳優、俳優というか出てくれる男の役者、で、女の役者も決まってたわけ。で、 でまあ知り合いなんですよ。その女優の人と、なんだろう、キスネ娘は、まあ知り合いなんですね。で、で、当時何でもいいって言ってたんですよ。当たりで100円、もう全然いいんです。190円でも。ただ、ラジオをアイカーブで見たいのは490円。190円はラジオの時にちょっとあの、緑色になったり、その右側に卵のマークがついたりするして、あのー、なんだろう、当たるちゃんが、その人、 コメントだったり、えー、をすごい読む素晴らしく読むってうもうすごい着目するっていうのが100円コース、うん、だ同,じ質問同じように質問が2個来たら、あのー、なのメンバーの人優先で話してっていう先に話ししっ,かりしっかり話すっていうのが100円コースで4百0九コースはそれにラジオのアーカイブと特別動画が見れて 嫁ちゃんのライブも参加できるって言うんだけど嫁ちゃんあのちょっと最近すごい重い整理が明けた後ぎっくり腰になっちゃってあれだからちょっともうちょっと待ってっていう <laughs> ぎっくり腰になっちゃって、うん、で,でその国民っていうのが、まあ今ジオラマで家が持てるっていう、うん、給付金来たからもう着手してるんだけど、うん、でその上はお,お姫様コースですねおもる前王様お城が一個もらえます。 ジオラマにお城が190円はね、ラジオがちょっと面白くなるっていうコースですけど、ぜひ、ご検討ください。うんねでね、なんでもいいって言うから、いいよって言った。いや、じゃあやろうよって言ってなった。で、まあその時俺東京に暮らしててですね、東京でまあ脚本書いて、絵コンって書いて、俺絵コンって切、ね、っ,ってさ、で、セリフここで書いてっていうのを全部、 一一にあげてだよで, <laughs> で必要なものも全部揃えてカメラマイク、えー、それから、まあ、当時ねそれでもねしょぼいしょぼいカメラだけど16万ぐらいしたんですよ。でそれをさ貯金して貯めて買ってさで三脚ドリっていうねあの三脚のやつも買ってで,でカメラワークも全部手書きで、あのー、コ,ンテコンテ切ってやってたの。でさあ全部揃えましたとで ね、ひげぬきん家で撮影が始まったわけですよ始まるって言ってでまあ打ち合わせもしてこれ脚本だけど読んどいてって渡してで当日ねうん当日じゃあ今日クランクインですっつってクランククランクインっていうかもう撮影開始ですっつってさ2日にわたって撮ったんですけど全部カットカット分けてで,でやった時にあのー じゃあで初日ですよで全部準備万端整ってでそのねキスネ娘にも手伝い,手伝いたいって向こうから言ってきたんだからね手伝いたいって向こうから言ってきて「ああいいよ別に」って俺はもう揃ってるから演者のね演者の女も演者の男も揃ってるからであと監督とか雑用全部自分だから脚本絵込んでそれから何 えー、編集、撮影、監督、それからその,その他の、あのー、何、いろいろなもの、全部俺が、めんどくさいこと全部俺がやって、あと演,演者さんが演じるだけっていう、だけなんですよ。で、そこに、もうその3人で完結してるのに、そこに、私も映画好きだから入りたいって来たんですよ。で、いいよって言った。俺がぜひやってよって言ったわけじゃない。もうやらしてやらしてって言うから、いいよって言ったの。 ここはまずね、でも今、おそらくね、おそらく、狐娘にね、話が聞けるならば、それも、いや、ヒゲがぬきが手伝ってって頭下げてきたんでしょっておそらく言うと思うんですよ。おそらく。うん。うん。おそらくはね、今聞くと、今ね、どうだったのって聞くと、 お前がなんか人で足りねえって言うから言ってきたんだろって言い方されると思うからね。まあそれは、あの、確認は取れないからもうね。うん。確認は取れないからあれなんだけど、あの、なんだろう。おそらくそうやって言われるんですよ。でも、実は向こうから私もやりたいって言って、参加して映画好きだからって言って来たんです。 でさあ当日じゃあこの日にうちに来てくださいって言ってヒゲタヌキがねじゃあ大体、えー、いいみんな仕事終わるの大体7時だからじゃあ8時からぐらいにしようかってっていいねって言ってだって8時だと思ったな7か8時ぐらいにうちに来てくださいって時にまずまあ男の演者が来ましたね <laughs> で女の演者が来ましたで女の演者とあのキスネ娘は 知り合いだから一緒に来るはずだだったんだよだけどつかつかってきてピンポーンって来て「あいらっしゃいお,歴史お願いします」って言った時に「あれきつ娘は会ったらなんかー」っつって「来ない」っつってるっていうかええー、どうしたの?」って言ったら「ねなんであなたが女優なの?」っていうことを言って言われたって言うんですよ。 え、どういうことど、どういうことっていう。もう皆さんね、一章、二章、三章聞いてたら、大体お察しだよね大体お察しでしょいきなり、え、なんか、いきなり怒られたんだけどってわけなんか。すげえ怒られてってったえ、なんでなんでって。本当はね、私はね、女優をやりたかったの。うん。え、ね えだって元からだって何,そあのあの何候補にも上,がってなんか上げてないよっていう、うん、誰か誰か誰かって入れてあど誰かやってくんねえかなって言ってた中にキツネ娘なんか入るわけもないじゃん入って入るわけもない、うん、ただやりたいからって言ってじゃあみんなでやろうよってなったんだけどうん 俺の中ではもともとその人に頼む頭だったの。うん。でも一緒にやろうよって言ったはまだ、まだね、まだガチガチに決まってなかったわけよ。や,や、どうかな、できるかな、私みたいなことになってたから、大丈夫大丈夫って言ってる最中だったから、まだやってもらえるかどうか分かんなかったわけよ、その人には。もうそういう素人だからね。やってもらえるかどうか分かんなかったから、まだ決まってないようだったわけ。で、そこに、犠牲娘が、私も私も、 だここでもなんかいろいろあったんじゃないだけど、私も私もって入ってきて、何でもいいから、手伝わせてって言うから、じゃあ雑用しか残ってないけど、じゃあね、これ片付けてとかこれやってとかって、やっぱ AD みたいなことしかないけど、いいって言ったら、いいって言って、当日来ないって言い出して、ね、なんでって言ったら、本当はね、私は女優やりたかったのに、ね、後からあなたがみたいなこと言われたみたいな。 ちょっと待ってっていう。最初から候補に上がってないけどっていう。最初からもうそこのポストしか空いてないから。だから自主制作のすごい、自主制作映画のものすごい低コスト、低予算でやるやつで。当時ね、あの、キス、ヒエラキが、あの、インディーズムービーフェスティバルってのがあってですね。あったんですよ。インディーズムービーフェスタってのがあって、第1回から今第10何回まであったんだけど、それに応募するっていうような、 作品だったわけ。うん。ねえ。子者にんにくの醤油漬けどこか来ました。あれ食べたい。食べたい方は国民になろう。国民になれば請求権がね、あ付与されますから、当たるちゃん、あれ食べたいわっていうならですね、まず、あのー、なんだろう、メンバーシップの国民以上になっていただきたい。うん。そうならばね、ニンニクのやつ食べたいとかあったらね、住所教えてくれたらお送りしますから、作って。国民から権利が発生します。 ぜひ、ご検討ください。うん。ね。ほんでさ、あのー、な、中見中みちゃんなら、あれですよ。あの、こっち来た時寄ってくれれば、あの、ご飯に乗せて、た、た、あのどうぞってなりますよ。ね、中見ちゃんね、よかったら食べに来て、って感想をね。<laughs> ちょっと感想を聞き,聞きたい。うん。ねで。まあ、それは置いといて。で、あのー、なんだっけ。 目になったの俺はそうだと思ってる、うん、俺はそう,もそういう感覚で何かすげえ怒って怒ってで、いや,いや最初から決まってたでしょっていうもうだから撮影当時ってみんなセリフがある程度頭に入った状態で。 覚えてないけどね、覚えてないけど、ある程度台本、頭に見,見た状態で来てるから、今から私が女優って言ったところで、どうなのっていう、台本、頭に入ってないでしょっていうで、当日そういうことをやるの、いきなり。食べに行く、ぜひね、ぜひいらっしゃって、国民ですから、権利があります。で、だからそれも、その人もね、その、 女優の人も女の人もね。いや、もう今日だよっていう。それ仕方ないでしょ。今日だよっていうふうに言ったんだけど、ね。私雑、あね。あなたの雑用やるんだったら行かないみたいな。で、来ないの本当にっつって。向こうから手伝いたいっつってあ頭を下げるってわけじゃないけど、手伝いたいって志願してきたからいいよって言ったんだけど。 え、じゃあな、全部俺一人やんのって二人でやるつもりで、だから、えちょっと待ってよってなって、うん。で、結局来ないって言い出してな、喧嘩したわけじゃないんだけど、一人で拗ねて、本当は女優やりたかったのに、なんで私が、私はね、あなたに、あなたが女優に選ばれた挙句、ね、下っ端みたい、下っ端みたいなことしなきゃいけないんだみたいなことを言われたっつって、言われて、えぇ、ー いや、わかんない、もう、あの子、ってなってて。そりゃそうだよね、っていう。まあいいや、でももう、まあ分かっていいよ、しょうがない、来ないのね、つって。電話かけても、話確か電話かけてるんで、その時繋がんなかったんですよね。来ないのっていうことも聞こうと思ったんだけど、電話かけても出ないから。まあ始めようか。 って始まったわけよで。で、撮影して、終わって、最後まで来なかったんですよ。うん。<laughs> 来なかったの。いきなりさ、だって、最初から、え、雑用だけどいいって言ってんだよ。雑用だけどいいかいって言ってて、いいよって言って、何でもいいから手伝わせてって言って。で、当時、私が女優やりたいって言って、 作制作の現場だとさ、AD がいけない、私、女優でしょ、やりたい、それやらなかったらやらないってってさ、通知ないでまあ自主制作映画だからも、もっとすごいレベル低いんだけどさ。うん。で、みんなで、ああ、そうなんだって、俺と、はいあのだね、俳優の役のど俺の友達もさ、あそうなんだっつって。 困った、ね、まあでもできないわけじゃないからっていう。できないわけじゃないから。どんなふうに育ったんだって、あの、狐の、狐の、ね、あの、狐親父に育てられたんですよ。かるだから、<laughs> どんなふうに育った、あの狐親父が育てたんですよ。うん。ねで、あの、なんだろう。 まあまあそうなるわけですね。うん、で、まあ撮影が終わって、お疲れ様ってなってで、しばらくして、また電話かかってきたりするわけですよ。うん。で、電話、電話受けて取っ,っ,って、なんで来なかったのってって。なんで来なかったのって言ったら。いや、私はね、私、俺が私を女優に選んでくれると思ってたんだ。 ずっと。ね。ずっと女優で、何でもやるって言ったのは、私はそう言ったけども、俺がまだその時は誰にやってもらうかって固まってなかったから、私にオファーが来ると思ってたんだと。ずっと。何でもいいとは言いつつ、つまり私がやるって言うと、 いやっぱその、なんか、なんつうの立候補はしたくないけど、多選でしょうがないからやってやるかみたいな気分。だから経験も、実力もないくせに、大女優風、大女優なんですよ中身がわ <laughs> かる中身大女優なの。 そう。私女優よっていう。やったことも、だって、ハリウッドハリ、ハリウッド女優になるっていうふうに言ってたから。ハリウッド女優になりたい。フランス人になりたいとか、フランス人になってフランスの女優になりたいとか言ってたから、俺がじゃあそこまで言うんだったら、女優に選ぶって思ってたんじゃない俺はそういうふうに思ってるけど、聞いてないそこは。聞いてないけど、俺、うん。だから私、ハリウッド女優になるために勉強してんの、英語の。 ね、教材は買ったけど、開けてないけど。うん。フランス人になりたいの。なぜ山梨のあいつとあの俳優と結婚したいから。ただし外人部隊に入るつもりはありません。うん。あとフランス人になる、確かね、ある程度資産と、資産と、なんかいろいろ必要なんですよね。ただ、簡単にフランス国民になれないんですよ。だから、みんな、でもフランスって人権の国、人権的にすごい、 優遇されるるからフ,ラフランスの国民になるとだからあのいろんなその、ま、貧しい国はフランス人になりたいために何やるかっていうと10年ぐらいフランス外人部隊っていうのが入って国に貢献するんですよ10年間でそれでいろいろ貢献するとあ10年間よく頑張ったねじゃあ国民になっていいよでやっと国民がなれる権利が発生するんですよでそれがフランス外人部隊ってやつなんですよ フランス軍ではなくフランス外人部隊ってやつですね。つまりフランスに貢献してからフランスになれる権利が出ますよ。だから、フランス人になりたい。でも外人部隊に入りたくはない。ハルト上にはなる、なりたい。でも、英語の教材を封は切らない。だけど、で、わかるでしょ私が、女優になりたい気持ちわかるでしょこれぐらいあなたにアピってるのに、なんで私を女優に選ばないのって選ばないよ、それは。 私を選びなさいただ、何、ね、かあった時、私やりたい女優って言ったら、俺は、あじゃあやってみるみたいなことを提案したかもしれない。うん。あのね、付け焼け場的なフランス語が電話越しに言ってた。ほんとに、ではボツどこ発生ボツボツでしょとか、電話越しに言われて、ほん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 。うん。うん、セボンみたいな。 せしぼうん、セボうん。篠塚君幸せそうなの。うん。ねうん。だから言ってた。なんか言ってたよ、フランス語。うん。おい、二十何年前だけど、しっかり覚えてっから、俺。聞いてんでしょしっかり覚えてっから、俺。お前忘れたかもしんないけど、俺覚えてっから。うん。俺、俺、くだらないことだけはすげえ覚えてっからね。 ね、俺の、俺の記憶リソースを食ったんだ、お前。<laughs> お前の、お前の無駄な、無駄な、そのアピ、アピールで、俺の記憶リソースは、すごく無駄に使われてるんだよ。<laughs> 見てるんだろうな久しぶり。ね、見てる。<laughs> 家に来んなよ、ほ、ねうん家には来んなよ、本当 お前がくんなっつってんだ、からお前くんだよってね。うん、で、ひげたぬきが言ってた。言ってたとか、言ってないとか、昔、昔のファイナル、ファンタジー。ね。そう、フランス語難しいですよ。フランス語足し算とか、お、お、頭おかしいよ、あれ。うん。ほうせいほう、十五。だから、十、十二足す、十四とか、いってますよ。ほうせいほう、ほうせい、こう、うん、十。ああ、う、十、ほう、十、あ、あ、十、え、十。う、ね、長い、長い。十四足す、十二、すごい長い。うん。 現在のキセ見せ。あたしなこと言ったら絶対言うよ。絶対言う。うん。ほんで、で、わかるここの、つまり、あたしアピったよね。で、あたし手伝いたいって言ったんだし、女優誰か決まってないんだったら、あなたは私を選ぶべき。<laughs> かがまりこか、お前。なぁ。かがまりこもそういうこと言わないと思う。言うかもしんない。あの人なら言うかもしんない。かがまりこなら。ただし、かがまりこクラスなってから言ってよ。 うん。ねで、そこで、その知り合いの人を選んだわけです、僕は。知り合いの人を選んで、取ったわけですよ。ねうん。ってことは、その、何、キ娘からすると、 って、あんなに電話で話したのに、いろいろ映画のこととか、私女優になりたいとか、いろいろ言ったのに、全然、全然話もしないような子を選んだ。みたいな。怒り浸透に発する。バカくさいも行いかない。<laughs> <laughs> うん。 ヒゲダノキは私のことを選ぶと思ってた。なんであなたなの私を選ぶべきでしょっ私何やるのなんか AD 見たい、AD だってって言ったら。なにそれ本当に AD とか言って本当にやらせんのいや、そら、そらそうだよって言ってんだから。そらそう、そうで、何でもいいのって言っていいって言うから、そゃそうだよって言って、じゃあそのまま行こう。 うん、そんなことやってられないはいかないっていう、加賀まりこ、あたりちゃんの好み、それはそうですよ。<laughs> そ,それは、その大女優ですから、それは。うん、加賀まりこなんて、もねえ、若い子なんてすげえかわいいから、んな。うん、むしろ、今でもワンチャン、ワンチャンいけますよ、そんな。全然。女だって、 ど俺が、かがまり子40歳とか30歳後半の頃なんてもう、まあ、綺麗ですよ。うん。ねえ。わやだ。本当私のこと選ぶと思ってたのにっていう。なんであの人選んだのみたいなことを俺は言われて。 いや、だってそういう話だったじゃんっていううんでも最後の最後で指くわえて見るのは耐えられなかったんじゃなんかそれ喧嘩しちゃって喧嘩しちゃって来ないって言って上位の人たち来たのねで編集が終わってで、編集入ってっていうで,でこっからがね ここからがまた面白いんですよ、皆さん。ここはまだね、まだ前哨戦に過ぎないわけですこの話の。このエピローグの。まだまだ前哨戦に過ぎないわけですよ、これは。いわば、戦争になる前に、ミサイルが一発落ちたぐらいなんです。ははははここからの話、これからね、今12時半ですけど、ね。 今、ここから2時間ぐらいかけて話すわけですけど、まだ、いいですか第二次世界大戦が始まるときの、ドイツ・ポーランド侵攻ぐらいで、えーっていう、ドイツ・ポーランドに行ったの大変だね。ああ、怖いね、ドイツってねって言ってるのうちに、戦争のパンデミックになるまでみんな、えー、怖いね、ドイツってって言ってる間に、気づいたらもう、 まあ、それに近いことですよ。第二世界では原爆を落とされるまで、ね、原爆、原爆2発を落とされるまででフィ,リフィックスなのに、ね。まだ、え、ドイツってポーランドに行ったんだっていうところ。今、いわ自分の国、自分の街にミサイルが一発落ちて、うわー、どこのミサイルだろうっていうところなんですよ、今。うん。<laughs> それから、よもいや東京が焼け野原になり、 広島、長崎に原爆があんなすげえ、ね、爆弾が2個も落ちて、圧倒的敗北をっていうところまでは、あのミサイル一発落ちた時には想像もつかないっていうミサイルの部分なんです、今。うん。いいですかまだまだこれは、序章に過ぎないわけですよ、ビヨンドの。いや、ば、2時間の映画で、 始まり15分ぐらいんうん。<laughs> 始まり15分で、え、どうなのこれからっていう。まだなんかつかめないぞっていうぐらいうん。つまり、とにかく宮本くんいるんだけど、ほら、あのね、全校長官で騙された宮本くんいるじゃないですか。宮本くんはこの話が、もう、よだれが垂らそうと大好きで、何回でも飯食えるっていうぐらい好きな話です、これは。は <laughs>。宮本くんはこの話が大好き。宮本くんっていうのはあれですね。えー、っとね、牛さんですね。うん。 ね、みや、宮本牛ですね。宮本牛。うん。宮本牛はですね、この話が大好きで、何回話しても、また聞かせてっていう、あの話大好きなんだっていうぐらい、うん。の話ですから、トータル。まずんいらっしゃいラジオが楽しくなるへようこそ !Welcome! これからよろしくね、ランクアップしていこううん。ラジオは楽しくなるけど、 もっとねステップアップしていこう、うん、待ってるよねみんな仲間がまた増えたぜロシア式ロシア式、うん、そういらっしゃいいらっしゃい、いらっしゃいメンバーになるね、今日は、あでもねこのラジオの続きはまやさんもう1個上に入らないと聞けないの、これ。まやさん この話の続きをね、聞くには、もうワンランク上に入らないと、聞けないけど、まあ今日は、今日はね、これでも大丈夫です。うん。まさかのきつ娘ファンがいたんうん。宮本牛はね、この話が大好き。実在しませんよ。実在しませんよ。宮本牛は。架空の、架空のお話ですから。うん。 ねえその話大好き、ね、えめちゃめちゃおもろいよねその話って言ってくるこのあとの続きねでそれでそれで,それでねまあ時は流れてですね駒はどうもで時は流れですよ、うん、ででなんやかんやでその映画重的映画ができて その、インディーズムービーフェスタに送るわけですよ。ヒゲダヌは。ヒゲ狸は送って、で、えっ、ー、とね、470本、480本ぐらいエントリーがあって、一次審査抜けるのが、確かね、40本なん確か、確か40本だったかな。確かに、ね、40本なんですよ。一次審査と、あの、<coughs> 一時審査通って、で、第二次審査に移行するのが480本中40本なの。で、その40本の中に入っちゃうわけですよ。ね、ひげた抜きの自由制作映画が。3人で撮って、予算も1万円かかってないぐらいの予算かけた映画が、要するに第一次予選突破して、480分の40を突破するわけです。で、第二次審査に移行するってことが分かって、 で、その時もまあちょいちょい電話かかってきたから、いやーこと、ここ通ったよっていう、こんばんは、どうも。ね。とで知るわけですよ。で、わー、すごいってなるわけ。で、みんなに言うわけです。あのー演者、演者の方にもね、2人しかいないけど、いや、通ったよと。で、通ったよって言って。で、通ったよって言ったら、ここは知り合いだから、ここは通ったよから、こう、伝わるんじゃないなんか。俺も直接、こうね、実際伝えたかどうか、直で伝えたかどうかはちょっと覚えてないんだけど、まあ、伝わるわけですよ。うん。 ほんで、んでね、すごいと。うん。でも手伝ってないから、名前に載ってないわけですよ。サフロールとかに。手伝ってないからね。うん。ねで、あのときちょっとでも手伝っていれば、それに自分の名前が載ったって話ですよ。うん。ね。 まあここまでは一区切りですよ。ね、ああ、なるほどあ。突破したんだ。ええー、すごい。で、当時はなった。で、俺も、じゃあ、日予選突破するかなーみたいなところで。でですね、そこで、狐娘はですね、まあ、当時、まあ、飲み屋で働いてたわけです。ね、酒場。ルイダの酒場で働、ルイダの酒場で、狐娘は働いてたわけです。ルイダの酒場で。で でここでね、やっぱり私映画好きと。やっぱり私映画好きな。映画、ね、映画で、あのー、やっぱり、将来やっぱり、こんな田舎にこ、ねまあね、こんな田舎に、どことは言いませんよ。どことは言いません。こんな田舎で、私、埋もれたくないって言い出すわけです <laughs> なんかいないけど。で、俺は東京にいるわけ。で、撮影は、あのー、冷えたきのところでやって、 で、また、その素材持ったまま、あの、東京の自分、自宅にはね、パソコンとかいっぱいあるのは自宅だから、それも、素材持って帰って、そこで、いろいろと編集し始めるんだけど、うん。で、その模様見て、やっぱり、やっぱりや、やりたいってなったんじゃないなんか、行かないってこうなったけど、あの時気の迷いだったと。やっぱり私、映画が好き。 で映画に携わりたいこんな田舎で埋もれたくない私いいいいってなったんじゃないうん。ほんで <laughs>、ほんで、あのー、私この街出るってなったわけ。ええーって、えー、どうすんのって言ったら、映画で、映画でなんか、ね映画で、 っていきたいと映画仕事映画関係で働きたいって言うから「あそう」うん探して」ねっうんそうなんだ「うんねえ探して」えっうんいや自分で探せば?い探して「いやいやいやそれいやいやそれ自分で何,何,何どうしたらいいの?」ってアドバイスはできるけどさって。 ど映画ったってど,どっちで働きたいのっていう話になったんですよ。映画関係で働きたいね助けてみたいな。私、ねえ、何もそういう知識ないから、どこでどういうところに行っていいか分かんないから、探してねって言うんですよ。うん。いや、じゃあで、俺もね、その時は仲良かったから、あ、俺もじゃないね。俺じゃないよ。ヒゲなぬきね。ヒゲなぬきが仲良かったから。 あまあいいよっていううん、うん、ああそうってで,でどで映画って言っても配給と制作あるけどどっちなのって言ったらえ何それえだから制作っていうのは例えば作る方配給っていうのは作ったものを売ったりとか例えばね映画館で働きたいもんこれ映画関係になるから例えば映画館に画館映画館に 映画を下ろしたり映画館を運営したり映画館のそのモギリも映画関係に入るからねうん。で制作っていうのは、まあ、脚本だったり監督だったりいわばそのまあ現場だよね女優さんに会ったりとか、うん、なんだろうねその女なんかその制作 AD だとかあの脚本だったりいわば やっぱ、まあ女優もそうだよね。だ作る側だよね。で、配給っていうのはその、映画館の方の話だったり、あの、DVD とか、ビデオとか、まあいわばレンタル何本だとか、買い付けね、海外の映画買い付けて日本に配給するとかっていう、そ買い付けだとかっていうのが、いわば配給側の映画の仕事で、制作っていうのはその大元を作るこどっちって言ったら、え映画関係いや、だから、 話聞いてただから、作ったものを配りたい。まあ、映画館で、映画館、関係なの映画館、DVD 関係でやりたいのかそれとも、作る方なのかどっちで何やりたいのって言ったら。え映画関係。いや、だから、おー,おー、全然理解しないぞっていう。うん。パソコンと同じ。そう。いや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 、だから、 だからって言われてもさ、わかんないんだもんなんで怒ってんのっていう。は <laughs> だってさ、わかんないどっちがいいいや、どっちがいいじゃんそれぐらい、それぐらい選べよってなったんです。<laughs> 意外しろっていう <laughs> そ。それぐらい選べってなったんです。<laughs> いや、あの,、ねあの、ひげたぬきあの、キツネ娘、ネ娘とひげたぬきは、えー、あの、なんてい なんだろうね。種が違いますんで。うん。種が違いますんでね。あの、檻も違いますし、ええ。そういった関係にはございませんので、ええ。うん。種の壁がございますので、あのー、なんだろうね。そういう関係は一切、例えばね、なんだろうね。あのー、アメリカ大陸とユーラシア大陸みたいなもんかな。うん。 まあまあ、地球の上ではある体育なんだけど、体育という面では一緒なんだけど、なんだろう、繋がってないみたいな。うん。そういう風にご判断ください。うん。そう。だから、映画関係っていうなら、だから、すごい細かく説明する、その時、1時間ぐらいかけたかな、どっちって、いや、それは選んでた。選べないって言われるの。いや、選べないじゃなくて、 会社がもともと違うからそこで働くって言ってもっていう。うん。P なんだろうね。俺はもうど、特にもうねわ、悪くは言わないけど。悪くは言わないけど。P なんだろうね。P で P なんだろうね、もうね。俺は言わないけど。うん。 だから、す、ごい説明すんのよ。俺、その時まだ覚えてるもんだって。どっち配給なのそれとも制作なのもう、だから、かいつまで言いました。作りたいの見せたいのどっちっていう言い方した、俺は。最終的に。もう、だから、細かく会社の名前とか言っても、例えばね、東宝だとか、東映だとか、制作部だとか言ってもわかんないから、例えば、制作っていうのはちっちゃい、ちっちゃい会社ある。映像、映像の CG 担当制作会社もあれば、ね。 脚本だけを、力とかそういう運営のところもあれば、機材を含めてスタジオ運営まであるわけですよ。うん。だから、それはひっくるめて、どこに、どこに入りたいか、ただ、ね、清水舞台工芸とかってあるわけですよ。いわば。うん。清水舞台工芸とか、スタジオなんだかとか、スタジオなんだか、スタジオなんだかって。例えば、アニメにしたってそうじゃない。スタジオピエロとかさ、ガイナックスとかさ、 ね、スタジオピエロとかってあるわけじゃない。なんだかスタジオ、だ背景担当だとか、動画担当だとか、ね、それから撮影担当だとか、うんで、それを一挙にまとめるのが制作会社ガイナックスとかっていうわけなんです。つまり、例えばガイナックスがあって、下に、例えば、下には 4°C だとか、スタジオビフォーだとか、ね。 スタジオたくらん家だとかスタジオドモだとかっていっぱいあるわけでしょ制作会社ってだって動画担当背景担当それから特殊加工担当 CG 担当って全部会社が分かれてでだかその中でもまた細分化されて CG やりたいのそれとも動画やりたいの背景書きたいの撮影したいの全てを仕切りたいのど,どこなのってなるわけじゃんそ撮影とか制作に関してもそこまで細かく分かれんのに。 だから、そこの大元のどっちなのって聞いてんの俺は。作りたいのそれとも、はいのつまり、作りたいので、作ったものを見せたいのどっちって言ったら、わかんないなんでわかんないこと、そうやって聞くの説明してるだから、いいいい、いいですか僕、一応、端くれです。業界人の。当時ね。当時。それでも、端くれなんです、僕は。 政策の。うん。が、こと細かく深夜に、練馬を割いて、相談乗ってやってんの。乗ってやってんのってことで、やってんのって言い方も嫌いなんですよ。狐は。うん。これ、後から言われてる。で、どうなん出たいのむしろ作りたい、出たいのそれとも、何 そういう、映画を、映画館みたいなことをやりたいのそれとも、何そのドラマ撮影みたいなことをやりたいのって言ったら。それで1時間くらいかな私はこういうことをやりたいっていうことじゃないんですよ。早い話が。私こういうことをやりたいからどうしたらいいじゃないんですよ。映画関係で働きたい。うん。だから、 どの会社なのいっぱい会社あるけど、どこなのって言ったら、どこでもいい。いや、これ、こないだと一緒やんっていう <laughs>。これ、これあの、撮影、撮影の時来なかった時と一緒やんもう決めよう。だから俺あるから、その時に何でもいいって言っといて来なくなったから、ね何でもいいって言って来なかったから、いや、決めようもう、それぐらい自分で。 そうしょ決めようもうってなったんです。だから俺は、あ、ここがいいよって、じゃあ俺に任せてっていうようなことは言わなかった。絶対言わなかった。だって、何でもいいって言って、うん。夢がざっくりしてるんで、もう、うん。そう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 。こっからここまで俺の土地みたいな、ざっくりしてる。おーい。これは何あのちゃんとあ測量したの測量したのいや、しない。 こんな感じ。いや、あとから揉めるからっていう。あとから揉めるからさ、ちゃんとやろうっていう。そんな感じ。うん。うん。とにかく、言ってるじゃん。映画関係って。いや、じゃあ近くのツタヤでもいいのってなるじゃん。<laughs> それはそれで嫌でしょってなる。ツタヤでいいんそうしたら。何でも、だ、映画関係って言ってるでしょ東京の。え、だから、じゃあそうなるとツタヤになるよって。 一番近道つたやだよっていう。うん。それ自分でやれよっていう。そ、そこなんないだから、何やりたいのって言って。いや、女優やりたいんなら制作でしょいや、でも女優やりたいんなら制作じゃなくて、タレント事務所入んなきゃいけないしっていう。話じゃないそこまでわかるよみんな。わかるでしょ ?P でも。P でもわかるじゃん。 それぐらい。みんなもわかるよねこれ、俺言いたいこと。当時俺、これ言葉鎌倉1時間以上かけて言ってんの。女優やりたいんなら、タレント事務所だよね芸能事務所に入って、女優やって、で、選ばれて、だよねうん。で、それを撮影して編集したりとかっていうようにしたいんだったら、制作会社だよね で、それを配給したいなら配給会社だし、そう来たものをお客さんに見せるって映画やりたいんだったら映画館だよね。で、映画館があれだったら映画館で終わったやつをさらに見てもらいたいって言うなら伝えだよね。で、どこ行きたいの映画関係。話が伝わんないこれって。は、話にならないってなって。<laughs> ね。で、 で俺はインターネット、そう、インターネットがなかったこっちまだね、ISDN だったか、それぐらいだった ISDN かなパソコン通信からやっとインターネットになったぐらいなんですよ、こっちの、あの田舎の方ではね。うん。だから、まあ、もちろんパソコンも触れないし、当時。パソコンのパの字も分かんないし、インターネットのつなぎ方も分かんないし、うん。やれることって、携帯電話でひたすらしゃ,しゃべることしかできない。まあ、高いね。 通信費払って喋ることしかできないんですよ。だから手段がないと、だから調べてって言うから、分かったじゃあ調べるってガチャガチャってやったら、あ、あれだわ、オンラインエントリーできるわって言うから、やってって言うわけ。いや、ここでいいのって、ここどういう会社かも分かってるっていう。映画関係なら何でもいいから、エントリーしてっていう。突き放せなかったんだね。ちょっと面白がってた部分もあるかもしれない当時。 こいつ P だなどうしようもねえなってこれ後からさ、これ後から居酒屋で話したら盛り上がるだろうなと思って。どうなんだろうこいつって <laughs> ちょっと、そっと半、ちょっとした興味はあったかもしれない。正直。ちょっと面白がってた、記憶はある。どうなんだろうこいつっていう。うん。でもちょっと力になってあげたいっていうのもあった。うん。ヒゲだぬきと、 俺じゃないよ。ヒゲダヌキと、ね、キツネ娘は昔からの中で、ね、昔からこう、一緒に育ってきてるから、うん。ね、だどういう関係かは言わないけど、ね、同じくこう、ち幼き頃から、いにしのね、いにしの幼き頃から、ね、共に戦乱の世を駆け抜けてきたから、うん。お優しいんだよ、本当は。 優しい、ほん、すごい優しいんだよ、ほんとは、ほんとに。うん。時々、言葉に時計があるだけであって。うん。見てて分かるじゃん、くにくんとみーちゃん見てて分かるでしょやりたい放題じゃなあいっつら。<laughs> やりたい放題だよ。むしろ、俺がよみちゃんに、あんた許可しすぎって言われるんだ、俺。俺じゃないですよ。うん、俺も若かったし。俺じゃないんだよ。 ヒゲダヌキもヒゲダヌキの嫁からですね、あんた許可しすぎなんだよっていうふうに言われる。なんでも認めさせすぎ、うん。認めすぎなんだよっていうから。だから、この間、ヒゲダヌキの息子がですよ、ヒゲダヌキの息子が11時過ぎまで、ね、あの今の60インチの有機 EL で、プレステ4のやつやってたんですよ、こうやって。やってたら、ね、もう嫁ちゃんは半分諦めて寝ちゃってて、みーちゃんと。で、俺は別に。 こっちでなんか作らばあばが夜ねよなね水飲み水飲みーっつって降りてきたんですよしたら11時過ぎてんのに夜中のねあの髭だぬきの息子がですねもう一個っ,って乱吉になってて、ね「くさいけ!」とやろうろ!」とかってやってるわけですよいつまでやってんのっつって,って「ちゃんがいい」って言ったっていう「ちゃんじゃねえや髭だぬきがいいっっ」って言ったって、うん、つまり俺は 俺は勉強さえちゃんとやればいつまででもあのべ好きなだけゲームやっていいし好きなだけアニメとか見ていいよって,ってでもたまにだもうそろそろちょっといかにしろよっていう時あるけどだよあの冷えなきゃ息子はぶっ通し5時間とかやっても俺何も言わないんですよゲームとかあもう俺は約束を守ったんだから。 ちゃんと勉強勉強ちゃんとやるっつって2時間ちょっとびっしりやったんだからあとはお前好きにしろっ言ったんだから俺はでそれでその約束の名のもとに勉強一生懸命やったわけだからそれはいいでしょって言うんだけど嫁ちゃんを嫁ちゃんとか,か嫁はそれにしても許可しすぎだっていうふうに言われるぐらい俺は自由主義なんですようん眠たくなるまでやればっていうタイプもうそのフローの状態をうん うんあの,フローの状態を楽しめって言ってるわけ。どうせ明日も何もないんだ、明日何かあるんだったら寝ろって言うけど、もうフローの状態でもう何もしなくていいんだから、もう好きなことやるって、不老、不老を楽しめって言うんですよ、もう。もうやりたい、すごい何かやりたいっていうのをもう、極めろっていうタイプだから。まあ、それぐらい優しいんです、僕は。優しいの。ただし、ただし、その優しさにつけ込んで、だましたり、揺すったり、 ねね、借りたもん返さなかったり陰で、ね、優しさにつけ込んで悪口言ったり騙したり嘘ついたりするのは許さんぞと言ってるそれは、うん、それは許さんぞと言ってるただ俺はここまで言うのはに対してだけですおそらくは俺っていうかそのね、髭だぬきが言ってきたのを俺が聞いて言ってるのはですね うん。そこまで面倒見が良くて、いろいろやってあげて、ね、優しい髭だぬきがですよ。ここまで怒ってるってことは、それなりのことをやったってことなんです。引きメスメは。ただ、これは理解していただきたい。で、話は戻ってですね。で、一応エントリーできるよと。うん。だから、資料請求とか、まあ確かにわかんないんですよ、こっちにいたら。うん。どうやって、 どうやってだからそのためのつなのげるものっていうのが昔は学校だったわけわかるだからどっかに入りたいどっかに就職したいけどこういう夢なる仕事がしたいでもどうやって私なんかが入ってもいいのかじゃあ学校に入って勉強してそっから就職紹介で各会社にぶらそれにぶら下がってるってどっちかぶら下がるか分かんないけどねっ 会社がぶら下がってるのか専門学校がぶら下がってるのか分かんないけどそのパイプ役だったのが学校だったんですよ。分かるつまり田舎から何かやりたいって上京してもいきなりコンコンって就職どうしたらいいですかっつって面接でも蹴られるのは当たり前だからじゃどうしたらいいかって言ったらその学校に入って勉強して就職案内からどこに行くかっていうのを選べなかった昔は。 今もそうかもしれないけど、だからがあの学校には金出して払うんですよあ。金出して学校に通うんですよね。大学だったり。つまり、最終的なあの専門学校とか大学っていうのは、会社にぶら下がってるもんだから。どの会社にぶら下がるかっていう。ね、どっちがこうなのか分かんないけど、つまりマッ,チングマッチングシステムだったわけ、学校って。まあ、今もそうなんだけど。うん、でも ね、キネ娘は、そこまで入る資金もないし、ね、ね、資金もないし、学もないし、精神的に未熟だから、学校に入るってことはできないんですよ。キネ娘は。で、頼れるとかどこかって言ったら、インターネットもないから、じゃあ俺しかないってことは分かってたわけ。うん。で、それをいちいち言うと、またキーってなるから、一応アドバイスという現実を教えながら、 どうするってことやってたんだけど、やっぱりちょっと甘えが出たんだろうね。やってってなったわけですよ。で、俺はインターネットサイト調べて、まあしょうがない、インターネットもないんだらしゃあねえなって言って、イったー調べて、で、そこでサイトが一個あったっけ。映画関係のオンラインエントリーと。うん。だから、で、こう、で、制作なのか配給なのかって言っても何でもいい、とにかくって言うから、いや、それでもどっちなのって言うから、まあとりあえず選べって言ったんじゃんうん。 とりあえず選べって言ったらどっちっつったんだっけな結局ねそこねあのなんだろうね確か制作じゃないって言ったんだ確か制作じゃないって最終的に言ったからまあなんかそれっぽい配給のとこならいいかなって思ってでオンラインエントリーとか見たらなんかね映画に 映画のなんかお世話をする仕事ですみたいな、なんか、いえば映画とお客様をつなげる仕事、まあいわば配給会社なのかなっていうようなところを見つけたんですよ。で、オンラインエントリーがあったから、あ、見つけたあったよ、つって。ゃこれエントリーするって言うから。するするって言うから。じゃ全部そのなんか送ってって言ったの。うん。で、必要なものは写,写真と、 ね、写真と、あのー、住所と名前と年齢とあとはこういうのが必要だから、ね、メモってメモってってでそれをあの封書かなんかで封筒に入れて送ってってでそれで俺エントリーしてあげるから「分かった」つって「じゃあね」って来たこれね5分で俺話ですよ <laughs> これ。これ5分で片付く話なんですよ。 それを1時間以上かけて、どっちなんっていうとこから始まり、くだらない話も込みで永遠、延々、延々、いらん往復をするわけですよ。P かなと思ったけど、しょうがねえなっていう、うん、で、写真送ってねって言って、オンラインエントリーとでね、でね、でまあ、封書が届いたわけですよ。あ,あ、来た来たと。 で、スキャンで撮ろうかな、つって開けて、まず書類見て、で名前と住所とでね、なんか、いや、意気込みとかみたいなわけ。意気込み何,何文字ないみたいなのがあるから、見たら、ね。まあ、短いんです。3行か4行ぐらいしか書いてないんですよなんか。うん。ほんで,で、じゃあ、じゃあエントリーする写真、つって、ね。エントリーする、スキャンする、エントリースキャンするじゃない。写真を。昔はさ、 画像を送るななんてできないから今みたく、うん、写真撮って画像にしてもさ向こうに入力装置がないからこっちはあのメールで受け取れるけど2メ,ガ前と2メガまでのデータなん持ってこれるけど、まあ、2メガっていうのもそんなに綺麗じゃないですよね。うん、で JPEG だなんだっていうの向こう分かんないから、ね、ビットマップだとか分かんないからまあとりあえず俺ス,スキャナー持ってるからじゃあスキャナーが写真送ってったの。で「ああこれが写真ね」ってピッて出したら。 ね。俺まだ覚えて、まだあるんじゃないかな、あの写真俺。俺持ってんじゃねえかな、どっか。どっか探せばあると思うよ。あの写真。いや、オンラインエントリーとはいえよ。いいですか。オンラインエントリーとはいえ、仕事、就職するかしないかの写真ですよ。うん。わかる ね、そうでしょどんな写真着たと思うみんなどんな写真着たと思う<あれ笑>当時当時キスネ娘は、ね、ルイーダの酒場で働いてましたルイーダの酒場でで その、おそらくそのルイーダの酒場で、ヒョウ柄の、いいですかヒョウ柄の、なんかあの、上着みたいの。まあ、大体飲み屋の女だったらヒョウ柄ですよね。うん。浜崎あゆみが好きなやつは大体ヒョウ柄だったりそれなんか。ねあ。浜崎あゆみ。老後ですけど。うん。浜崎あゆみ。ヒョウ柄の上着。 ふかふかの <laughs>。で、口紅真っ赤の厚化粧で、で、後ろはね、後ろ、おそらくあれ、ボックス席かな。ボックス席で、っていう、この、この写真。いや、お前、小室、哲也小室プロデュースの、 あれじゃねえんだぞっていう、あの、アサイ、サヤンじゃねえんだぞっていう、今わかんない、これ。うん。小室哲也プロデュース、ボーカリスト募集じゃねえんだぞっていう、うん。こ、これ。っていう、もう完全飲み、ら飲み屋なんですよ。<laughs> 完全裏飲み屋で、ヒョウ柄の着て、普通、それでもワンピース着ろよと思ったの、俺は。それでもワンピース着ろよと思ったんだけど。 こう、確かこんな感じだった気がする。こんな。みたいな。いやいやいやって。電話してさ、俺し、俺、こっちが電話したんじゃないかな。この写真でいいのっての。いや、俺じゃねえからいいけど。うん。いや、俺、俺のエントリーじゃねえからいいけど。これでエントリーすんの落ちるぜって言ったの。 それしかないもんいいの。いや、だからそれは、改めて、写真撮りに行きなよ。そういうのは。いや、もう本当に映るんですみたいなやつ。映 <laughs> るんですでカチャって撮ったやつ。それしかないもんって言うから、それしかないじゃなくて、なかったら作れよっていう。そういうのは。近くに写真あるだろそこ行って、ちゃんとしたやつ一枚撮ってくればいいじゃんって。 1000円かかんねえよったの。そこまで教えないと分かんないんですよ、当時。二十歳超えてんだよ、もう。いや、それぐらい1000円もかかんねえから、行ってこいよったの。時間ない、みたいな。ほんとよ、ひ柄よ、ひ柄うん。 スキャンしてさ、できるだけ、できるだけ背景映んないようにしたよ、俺。送ったとき、トリミングして。これ全部ずっと絶対飲み合う女って分かっちゃうし、あ、でも、ピース、ピースは外れねえな、みたいな、こんなんやってから、ピース外れねえな、みたいな感じでさ、こう切,って切,って切って、<laughs> 切って、切って。切って、ずらして、いい人でしょ、俺。ずらして、ずらしてさ。うんだって、ないんだもん、それしか。 いや、あるものを探すんじゃなくて、新しく取るってこと考えないのえ本気で就職したいんだよねって、映画関係で。ねえ。映画関係行きたいんだよねじゃあさ、1000円ぐらい大したことなくねって、時間ぐらい。いや、それでいいわ、みたいな。それでいいわ、それでお願い、みたいな。落ちるぜ。 本気で考えてないでしょみたいな。だからそういうとこ、だからそういうことなのよ。P なんですよ。うん。<laughs> びっくりしたのだって。いや、かたいサイトですよ。オンラインエントリーとは言ってさ。当時そういうのをオンラインエントリー受け付けてる会社ってまあなかったわけですよ。うん。ね。 ただ自分でさここがあるからここに履歴書を送りなって言ってもねやってみたいな感じなんだ,だからやってってなるとオンラインエントリーしか俺できないからでやってさ送ったらもう見事に即、まあ、攻落ちてたよ即攻落ちてたうんそれ受かるわけねえよ女受かるわけねえよ女うんねえ そうでしょで分かってたよ俺、届いて、ピッて写真見た瞬間にこれ、不採用って俺言ったもんだって、不採用って、すってなるよ。うん、で、おも面白いから送ったよ、俺、俺、俺関係ねえから。うん、まあ一応ね一、受かるように、うん、これ絶対受かんねえだろうなって、無駄な手間だなと思いながら。うん、うん さっそに女優になりたかったんでしょ。いや、だからその女優も一,一家制のもんなのよ。これ、後からまだね、まだこの後があるんですよ。皆さん、お楽しみに。まだまだあ続く。ば、ね。うん。うん。ドリフ大爆笑、まだまだ続きます。8時45分だけどっていうね。うん。そう。ドリフ大爆笑、まだまだ続きます。 で、で、で、まあ、落ちましたと。うん。で、俺は、まあ、その頃ね、あのあ、俺じゃねえや、その、ね、ひヒゲダは、まあ、某有名なゲームソフト会社でね、あの、一生懸命働いてるわけですよ。働いて、で、家帰ってきて、ちょっとだけ、その、映画のことやって、映画の編集やって、で、寝て、また、 会社に行って、あの、その会社まで行って、働いて、家帰ってきて、映画の編集やって、寝てっていうことを毎日やってたの。ずーっと。ずーっとやってたんですよ。で、作った映画があって、うん。っていうことをやってたのに、奴は、やって、わかんない、やりたい、ちやほやされたい、みたいな。こんなことずっと思って。で、 まあそれでしばらくね、またそれで落ちて、落ちてですよ。もうしばらく時は流れるわけだうん。時を戻そう。うんで。時は流れるわけですよ、また。<coughs> で、でその、その間にもずっとちょいちょい電話がかかってくるわけ。 1>, まあ、1週間に1回ぐらいかかってからまあまあ昔ほどなか,かかってこなくなったけど <laughs> ちらほらかかってきたんですよ。でいつも言ってくることはやっぱり映画が好きだと、ね、映画に関わりたいとどうしても夢諦められないっていうあの子あのざまを見せつけられたまで、ね、あのざまを見せつけられてまだ俺に語るっていう気持ちはあったんだけどちょっと面白くなってきたぐらい。 本に落ちないと思っていたんじゃないうん。本気度伝わんないよね。本気度伝わんないですよ、そんな。まあ、俺も相当だけど。うん。ほんで、その後ですよ。その後、<laughs> その後、<laughs> まあ、ちょいちょい電話かけて言ってくる言葉が、夢諦められないっていう。で、あと、こんな田舎に埋もれたくないっていうのをずっと言ってくるわけ。 ここ,この街にいても未来ないみたいな。いやそれは確かにそうだよね。未来ないっていうか、うん、インターネットないしねっていう。それはあると思う。うん、で、その後、その後ね、そのあいつだったかなその後かなその後に、なんかね、恋人ができるわけですよ。恋人が。まあまあ。 小びっていっぱいできる、ねあのー、何いわばそのルイーダの酒場で働いてるから荒くれ者がいっぱい来るわけですよ。戦士だとか魔法使いとかいっぱい来るわけ。ルイーダの酒場にいるから遊びにとかも来るわけですよ。でちょいちょいそのだから見た目はそんなに悪くなかったから見た目はね当時悪くなかったからまあいわばモテたわけですよ。でそこで、まあ、ある男に。 と付き合ってたってなってて。で、あのー、なんだっけな。ある男と付き合って、ま、まあ、いわば、あのー、関東六県に引っ越してくるわけですよ。男についてきて。関東六県に来るわけですよ。その、その後だったかなその後だった、確か。関東六で、来るわけ。で、今、今ね、 どこだっけな神,神奈川だか川崎だかにいるっつうのなんかでそこで男と一緒に住んでんだっつってあ,あよかったじゃんってうんだそっからもうなんか仕事すればみたいな,なんか見つければみたいなこうなってなったわけで来たんだへえっつって電話かかってきてでもう着いた着いた今しばらくね「潮 <laughs> さんいらっしゃいどうもいらっしゃい」で あ、ね、住んでるんだってってで,でこっち来てね間も,な、ま、間もないんだとで全然東京も分かんないしこっちは全然分かんないと住んでは見たものの, <laughs> 分,かあの分かんないわかんないとで,でも渋谷行きたいんだって言ったわけでひげなぬきは当時西西西に住んでたわけ西西中西がいば江戸川区に住んでたわけね 当時、ヒゲたぬきは。で、キツメ娘は男、男、その、キツメ娘が同棲してる男,男の相手は、確か神奈川、神奈川だったかなまあ、川崎にしましょう。川崎ぐらいかなうん。に住んでるとしましょう。ちょっと名前忘れちゃ場所忘れちけど、ちょうどね、で、渋谷に行きたいって言ったんですよ。で、わかんないから、ヒゲたぬきちょっと案内して、東京って言うから。 渋谷ならね、ちょいちょい行ったことあるから、あわかるよ、た。行こうって言うから、あ別にいいよ、つって。うん。あいいよ、いいよ,いいよ。うん。どこに何あるかぐらいまでいいよ。かあの、仕事帰り、遊びに寄ったりしてるから、うん。クラブとかも行ってたから、クラブとか。<laughs> こう見えて。ね。あいいよ、つって。じゃあさ、でそこでね、 そこでねキツネ娘の本領発揮の一言が出るわけですよ。もうみんなこれびっくりするなよ。もうびっくりすんだよ。ああのねあー分かった、じゃあ渋谷のさってどこ、ハチ公前だと分かりやすいかな、やっぱりハチ公だとって言うから、だかたら、ああ、あのさ、一回さ、川崎かどうか分かんない、覚えてないから、ちょっとね、川崎ってことにしといて、かかっこ借り で実際、ね、これファンタジーだから、嘘だから、どこでもいいんだよ、本当は。うんね、じゃあ、神奈川のどっかにしましょう。って、一回、神奈川の駅来てって言ってるわけ。うん。あ、じゃあ、神奈川で遊ぶのって言ったら、いや、渋谷。うん。いや、だって、神奈川ってね、俺んとこから、江戸川区からね、消えたの木のとこから行くと、渋谷通り越して、渋谷までこっちも、 一時間近くかかるのうん。一間くらいかかったよね、確か。一時間くらいかかって、一間もかかんないか。ま、40分か、それぐらいかな。40分くらいかかるわけですよで。そっからそこまで行くのに一時間くらいかかるわけ。で、そこで合流して渋谷行くと、約3時間になるんだよ、渋谷と。で、お互いが渋谷で、落ち合えば、40分ぐらい、1時間もしないで、 あ、会えるんだよ。だから俺、だけど一回神奈川まで俺行っちゃうと、行くだけで2時間かかって、そっから渋谷区の1人かかるから、俺3時間電車乗っていかなきゃいけないから、金もかかるし、うん。だ、渋谷まで来りゃよくないっ,て言ったの俺。普通そう考えないお互いが渋谷で待ち合わせればさ、1時間ぐらいでお互い会えるじゃん。でしょ で、だけど、一回、だって分かんないもん。いや、だからそこからどうやって暮らしてんのって言うから。いや、駅に、駅員さんに聞けば、渋谷までの行き方とか教えてくれるから、どこで乗り換えだとか、何番線乗れっていうのを、駅員さんいるから、あの、改札口で聞けば、全部知ってるから。全部撮り鉄だから、あいつら。ね全部撮り鉄だから、<laughs> 知ってるからと。ダイヤ、ダイヤの流れとか、全部知ってるから、 聞けば、南番線に行って、ここ右に行って、左に行って、南番線に乗ってくれば、渋谷で来れるから、乗り換え一回で来れると思うから、聞いてなったの。俺は。わかんないもん。もうずっとこれ。ねずっと。昔いやでもね、昔はそうではなかったんですよ。昔はそんなことなくて、 いつからだろうなやっぱやっぱね高校高校って、まあ、いうかあれだねうん1718ぐらいから狂ったと思う狂ってきたっていうかさお,おかしいこと言い出したなっていう1718でかなそこらかそれまではねなんとなく普通の子だったっていうかそこまで狂ってなかったんですよ。でもねららいからいける おかしくなり始めてで今に至るんだけど誰、うん、とは言いませんよ。うんね、でいや聞きゃ分かるってもう大人でさ飛行機乗れたでしょって飛行機乗れたんなら横浜からどうやったら渋谷来れるかっていうの来れるしいや分かんない。いや分かるからいや分かんないから。 だから、聞いてだからこう行くとさ俺、俺ね、俺、何、それが終わって、しかもさ、遊ぼうって言っちゃう君だよねっていう、うん、遊ぼうって言ってきたんなら、それで迎えに来いって言ったら、だから3時間乗ることにあるんだって、俺、芝居行くまで、だから君が頑張れば、1時間でお互い、俺2時間ロスしなくていいんだって、せっかくの休みを。 わかる渋谷まで頑張って来れないって。迎えに来てって言ってるでしょと。神奈川まで。いや、だからそこまで行くのに、ね。そこまで行くのに、俺何回乗り換え必要なんだよって。3回いるん3回も4回も乗り換えないといけないんです、とこ。渋谷なら1回の乗り換えで行けん。お互い1回の乗り換えで来れるんだから、それにしようよって言ったの。 すごい合理的じゃないですか。だけど、いいから、わかんないから来てって言ってんのわかんない。いや、わかるけど、努力しろよって言ってんの。何その言い方うん。ね何その言い方ってなって。いや、いや、行かないよ、俺は、ってったの。そそ、それはちょっと濃くでしょ、って。うん。いや、でもこれからも渋谷とかさ、出るとことあるから、 乗り換えとか一応もうねガキじゃねえんだから来れるでしょみたいなじゃあいいわ行かないあそうじゃあねバイバーイじゃあ分かったじゃあなんかまねじゃあ行かないってことでじゃあねうん頑張ってねバイバーイじゃあねバイバーイうんは,ーいはいはい失礼します何こいつっていう何こいつっていう何こ勝手に人でなんかでその後そうね そうなるわけですよ。<laughs> そうなるでしょ、普通。いいわしたらって言わ、で俺はね、いやで、ベストのアイデアを言ったんだけど、それ、じゃあいいわってなったのは、向こうから誘ってきて、じゃあいいわっていうのを。自分の思い通りに相手が動かないと気に入らないんですよ。うん。P なんですよ、だから。だからそういう次元じゃないんだよね。私がお姫様だから、 だからね、ある方が言ってました、あの子はお姫様だからって、うん、あの子はお姫だからっていう。お嬢様じゃないですよ。お,お嬢、あのね、お嬢様ではないです。ただ、ただ、その、その、毛は、 環境とうんうんだから自分の思った通りの展開にならないとぶん投げるタイプだ映画もそうだったでしょ映画の時もそうだしだからそれ全部に共通点があるんですよどうもメンタリストですねえうんし こっぴどく失敗してから分かるメンタリストです、どうも。うん。だから、全部根底にあるのは、全ての事象の根底にあるのは、自分の思った通りにならなかったら、全部ぶん投げるってこと。全部。もう、わがままってレベルじゃないですよ。で、その後、まもなくして、ね。まもなくして、 やっぱりその一緒に住んでた男ともうまくいかなくってまた実家に友会にするわけですよ <laughs> 1。1ヶ月、2ヶ月ぐらい、2ヶ月も持たなかったんじゃないかな。2か1か月もたなかったんじゃないかな。2ヶ月ぐらい持ったんかな。なんかね、うん。いや、なんかいるみたいよ、こっちにっていうことを聞いて、えどうなったの,あの一緒に住んでた人とは、みたいな。 だめになったでしょうっていううんやっぱりねっていう <laughs> やっぱりやっぱりやっぱりねってあのフェイスブックのやっぱりねっていう <laughs> <laughs> 俺,俺の中で俺ねまだそのところその頃フェイスブックという発想が実は俺の中で生まれてたのであったみたいなうんやっぱりねっていう <laughs> ね <laughs>、うん。人じゃないよ、これ。人じゃないからね。狐の話だから、これは。あるファンタジーエンの、ね、ファンタジーエンの、ファあのー、ネバーエンディングストーリーだからね、これは。うん うん、ネバーニングストーリーイン東京の話だから、うんね、主題歌はシャランキューの状況物語ですからねあ恋をしてなんだかでなんだかでシングルベッドでの話だから <laughs> <laughs> まだ覚えてるぞ俺は、ね、全部覚えてるぞほとんどうん すごかったあれは。いやー別れるよそりゃーっつって。うん、でこれとはべ別の時にですよ。ね、別の時にそのキツネ娘エピソードとしてですねまあ遊びに行ったわけですよ、ね。まあ、仲良かった頃。向かんないつ頃かなやっぱりその自主制作映画撮るか撮らないかの頃だったかななんか呼ばれてね,おいね行,って行ったんですよ。で行ってで。 で、その時にまだね、プレイステーションがどうのっていう前だから、もっと前か。もっと前だね、充実7が撮る、うっと前だわ。プレイステが出るか出ないかの頃だったから、で、だまだ俺も働いてなかったんかな、あの時。働いたりはしてなかったかなうん。で、時に、一回呼ばれたんですよ。で呼ばれ、呼ばれて、で夜ですよね、夜。 いろいろ話してて二人でねでほんだらキツネ娘キツネ娘とキゲダヌキが俺じゃないよでただからねその時音切り荘ってあったんですよ、まあ、これはねこれはまあ別個の別個の時間軸だと思ってで音切り荘ってのがあって覚えてるあのスーパーファミコンのやつであのどんどん話を進めていくるってやつうん覚えてるあれでさ ピンクのピンクのしおりってのがあってエッチな話があるとかあの怖い話があるとかってあるわけでピンクのしおりになるとエッチな話がちょっとってあるのがあって「いやあそこまで行ったの」っつって「おとぎりそうで」って言うから「あそう」つじゃおとぎそうだったかな違うなおとぎそうじゃねえわなんだっけおとぎりそうの次って何だっけかまいたちの夜か。えっとねかまいたちの夜だったと思うわ。ほんでですごいハマっててそのかまいたちの夜に。 確かかまいたちの、どっちか,どか、かまいたちは思うわ。にはまってて、で、って話になったんですよ。サウンドノベル。で、で、へえって、俺あんまりかま、あの、音切り層やったけど、かまいたちによりそんなに面白くなかったんですよ。だから俺やんなかったんだけど、あれは面白いってなって、あ、で俺、あんまりそれ知らないな、つって、やったけど、あんまりお、音切りそうまではまんなかったな、つっ,てっの。そしたら、持ってると。でも、 今彼氏に本体ごとと貸してると当時のね、まあ、別個の彼氏でしょ彼氏に今スーパーファイコンの本体ごと貸しててでそのソフトもあるんだそっちにってからあそうなんだ、うん、あ,あじゃあじゃあできないね今ねっつったら「え大丈夫大丈夫電話するわ」っつって「えもう順次回ってるよ」っつって「大丈夫大丈夫」っつって「じゃあいいっていいっていいって,って。 いい,い,いそのすぐやりたい俺いいからってそこまでしてあのサウンドノベルとかやりたい人じゃないかいいいいって言ったら「大丈夫大丈夫大丈夫うん待ってて」「ポッ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 もう11時12時ですよもう、うん、確かもう12時近か,かったと思うんだよねでまあ大体今よりちょっと前ぐらいの時間帯でいきな電話かけてピピって「あ私あああのさスーパーマイク持ってきてんない?」 いいっていいっていいって,ってって言ってるの俺いい,いいって大丈夫大丈夫大丈夫あもしもし持ってきてうんいいからいいから持ってきて今ね,ね今ね知り合いにねか、まあれそのソフト見せたいの持ってきていいって寝てんでしょいいよっての、ね、大丈夫大丈夫早く早く持ってきていいから持ってきて いいから、早く持って返して、早く。ねえ。待ってるから。今、今すぐ来て。はい。じゃあね。持ってくるから。いいってってなるわけ、俺。いいって俺じゃね消えたのきはさ、その、向こうもさ、ね、なんかもう、なんかね、今、明日なんないとか言って。今なの今しかいないのって言うから。いい、いい、いいって。そこまでやりたいゲームじゃないからいいって。いいから、うん、って。うん。で、 夜遅くねま電話かかってきて「着いた家の前にいる」っつって「はーい」っつって「タタタッっつってでなんか話してで本体持ってきて「あれ?か」彼氏さんは?」っったら「帰ったえこれだけのために?」ってったそういいんだあいつ」みたいなうん。ってやるんだけど俺俺もともとそのゲーム好きじゃないからええー、うん あで、10分ぐらいやって、コントロールをすっと置いたんですよ。ねうん、で、まあ、10分ぐらいだよね。で、10分ぐらいのやるのに、いや、だから、まだ俺にはさ、言いたいことあろう,ことあろうけど、そういうこと言わなかったんだよね、まだ俺には。あ、俺じゃなくて、あの、ヒゲダヌキにはさ、<laughs> 俺じゃ間違っちゃった、間違ったよ。ヒゲには ね、まだそういう態度は取ってないんですよだけど自分の支配下にあるって思ったらとことんやるっていうとことんいくだ,そのだからである方が言うにはですよ、うん、あ,いつにあいつは外見、まあ、外見はいいんですよ外見で寄ってくるけど中身で去ってくっていうことを言ってた人がいましたやべえやべえと思ったよ俺やべ,やべえと思いましたよ うん、それ見てだかあの恐,怖せ恐怖政治っていうかうん外見はそこそこ良かったんですよ、うん、サ地ジエリカ絞った感じ澤、うん、ジ,ジエリカっていう本でもないか誰だろうなあのねファーストサマーウィーカーみたいな感じわかる そこまでもあそこまででもないかなどうだろうな誰,誰とは言えないんだよな誰って言えないんだけど営で言ったらねだ違うな営で言ったら何かなわかんないあのね、うん、いやそんな感じうんいや俺聞いててもういいからいいからってちょっといいって言ってて別にいいよ 今っていうのその今もう遅いからいいよって言ったら大丈夫来て早く早くって言うんだよ言い方としてはね早くよみたいな怖っ怖い俺絶対言えない俺そんなこと<ー> <noise> うんほんで いや多分高値の花ってほどもないけどあのー、やっぱ化粧映えするんですごいうんいやあねブスではないし、ま、あの間違いなくブスではないしあのー、だからねんて言うんだろうな、うん、誰に似てっかな思いつくのは違うけど 違うけど、ファーストサマーウイカっぽい。性格じゃなくて外見がね。いや、そこはね、違うな、違うな。誰だ、あれ。<laughs> 誰だ。まあ、そんな、まあ、かなあ、漢字の狐だと思って。うん。狐にもさ、ほら、いろんな顔があるから。狐 <laughs> の話だよ、これ動物園の話。動物園の、ね。ね。 で、そういう、そういうことがあったわけ。昔の話ですよ。で、そういうのを俺見てきてるから、だから、あのー、なんだろう。ほら、夜夜中に電話してスーパーファミコン持ってこいみたいなことやってるから、その時に神奈川まで一回来て渋谷行こうぜっていうのも、自分の言うこと聞かせて、なんか、エンドルフィンとかドーパミン出るタイプなんだと思うんだよ。ちょっと無茶言って、 でそれを従わせてなん,かなんかねその試していくみたいなつまり自分の自分が寄ってって何かをするんじゃなくてだ試してんだと思うんだ俺はこい,こ,のこいつを私にどこまで尽くせんのみたいなことを当時探ってたんじゃないそういう性格だったんじゃないかなと思う。 む、無茶言って、できたら、私は、だからもう何あのー、なんだろう。三国志の世界だよね、もう。うん、もう三国志の世界なんだよ、もう。そなた、あの城を落とせるかのんできるかお前じゃ無理かの <laughs> 三千の兵があれば。おう、三千で落とせるか。 見物じゃのうおい、前はあ、あそこ何万で落とせなかった ?5 万でございます。5万で落とせないやつを3万で、3千で落としてみようかうん。<laughs> 忠誠心を見せていろ行ってこいみたいなね。はっなんだかさま。3千じゃ無理ですうち死ぬ、死ぬために行くもんです ならば死ぬのみよ。それでしかあの方は忠誠心を確かめられぬお方よ。だがその三千で落としたならば、あの方の信用は、晴天をもう突き抜けるだろうねえ。<laughs> 殿、どうした三千の兵どころか、一銭もおりませぬ何みたいな。千 <laughs> で落とせというのか、あの方も <laughs> みたいな。ねえ。千 <laughs> で落とせるかのあいつにみたいな。あいつで千であの城落とせるかのみたいなね。武将なんだよ、もう。武将なんだよ。 だから、ね、江戸川区から一回神奈川行って渋谷行こうっていう、そなたこれができるかのう、うん忠誠心を見せよ。うん。うん。将軍機スなんですよ、なんか。うん。ねと思ったよ。だから、だからそスーパーファンコ持ってこいもさ、 夜夜中にスーパー迷イ持ってこいっていうのと、うん、こっちが勝ちてからちこっていう、うん。ねすごいと思う。まあ、これはね、まあ、その狐娘の人格というものを皆さんこれで大体把握できたと思います。ね た把握できたでできしょ別、うん、れてまあ、また実家に戻るわけですよ。その神奈川に神奈川に行ってで俺との子があったと間もなくやっぱりそりゃそりゃうまくいかないよ <laughs> それ、うん、でで戻るわけですよで。俺はなんとなく戻ったっていうのは知ってたけどね、うん やっっっぱりねってなったけど、うん、でそれからですよそれからしばらくしてまた連絡なんか電話だったか俺が俺じゃねえやヒゲだぬきが田舎に帰ってきた時になんかで会ったかないかって時があってでその時に話がまた花咲いたか分かんないけど、うん、でまあその時にねまた電話かなんかまあ電話だとしましょう。 まあ、とにかく連絡取れるようになったんですよ。そしたら、やっぱり、なんかね、また言ってくるわけですよ。私、やっぱり映画諦められない夢、夢がって言うわけですよ。うん。ゆ、夢がって言うわけ。うん。で、で、その頃俺はね、確かね、えー、っとね、 ちょうどちょうど俺は違う会社に行った後首切られた後だったんです俺。で首切られて会社都合だからあの雇用保険3か月すぐ下りる翌月から雇用保険が下りるって状態で、まあ、ずっと、まあ、働いてたからずっとね働いてたからもう首切られたし1か月の給料出るっていうからまあそれでいいかっつって。 1か月分の給料出るし、その月か次の月から3か月給料、まあ、70%か80%出るのかな、会社都合だとすぐ出るから、でそれに貯金もあったから、まあ、4か月はまあ遊べると思ったわけですよ。ね、4か月間あってで、それも向こうは知ってたわけです。ね、俺じゃないね、俺じゃなくて、岸髭だぬきがね、ああ、間違っちゃうな、間違いやすい。 ヒゲダぬきが4か月間何もしなくてもまあ東京で暮らせるぐらいのいわばベーシックインカム状態が始まったわけですね。でそれでまあやることもないから、まあのね、次どこどこ受けようかなとかどうしようかなもうゲームゲームも,もういいかなとかまあ迷ってたぐらいですよ。どうしようかなどうしようかなっつってうんまあもうゲームとかもういいなとか思ってさうん。なんか かといって、なんか違うことも新しくはみしめたくないし、うーん、どうしよっかなーって、インターネットがそれその時に ADSL かな ?ISDN から ADSL になってで、一部では光が始まったぐらいだったかな、確か。で、確か ADSL だったんですよ。で、で、で、俺の、まあ、俺じゃない、あの、髭だぬきの実家もね、髭だぬきの実家も、 ADSL が基地局が近いから ADSL だと。えで俺、その時からインターネットでなんかやりてえなって思ってて、ずっと。ゲームじゃん。ゲームもさ、うん、なんゲームって言ってもね、まあ、やっぱ部品作りばっかりなんですよ。グラフィックって。うん、部品、部品を永遠作って、しかも <laughs>、自分のものにならない。例えば、自分の作品ってものにならないんですよ。 ここのここだけ作ったとか、ここのここだけっていうのがあって、なんか自分でなんか作、なんか自分の権利になるものを作りたいなっていうのを常々思ってて、で、言うならば、インターネットやるんだったら、東京で家賃いっぱい払って、家賃とか光熱費いっぱい払ってやるよりも、実家の、実家に帰って、一室借りて、そこを ADS に来てるからね。じゃ変わんねえじゃんと思ったわけ。俺はもう。 東京、あ、俺って、ヒゲダヌはね、東京で、ADSL だと、今住んでるところ。で、田舎も、俺、田舎の、あのクソ田舎のね、<laughs> クソ田舎のところでも、ADSL だと、あれ、環境一緒やんと。基地局近いから、え、むしろ、同じなのってなった時に、家賃払って、高熱費払って、いろいろ払って、っていう状況と、全く家賃がかからないで、 通信費だけでできるんだったら、あれ、こっちの方が良くねってなったわけです、俺なんかその頃から家賃バカバカしになってたから、ほとんど、だってほとんど会社でやってたから、ずっと寝、止まったりして。だから寝るだけに帰ってきたような寝るだけに帰るのに、なんか、あのな、なんだっけな、その、何その、インフラコストが月10万は、 ババカバカしいなって思って思寝るために帰ってきてるだけだし環境が実家と変わんねんなら実家の一室に頭下げてちょっとここで新しいこと始めたいからちょっと曲がりしていいかってことを頭下げ頼んだらわからない人たちではないからじゃあそうしようかなーっていうのを迷ってた頃なんですよ。 い,くいつもで経っても金持ちになれねえなっていう、なんか立ち上げないとってこと、ああ、どうしたら金持ちになるかなふら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 やってるわけ。こう、どうしようどうしようって時に、ね、キスネ娘から電話があるわけですよ。ね。で、今などうなのみたいな。いや、首なったと。<laughs> 社長と、社長と仲悪いし、なんか首切られたっつって。うん。時間はある。 だから、今、夏き何やろうかなって、企んでるところって言ってたら、うん。で、どうすんの、映画はって。私もね、勝負かけたい。田舎で、やっぱり埋もれたくないって前と同じこと言ってて、俺、実家に帰ろうかな。あ、俺じゃないや。髭だねきは実家に帰ろうかなって思ってるんだけど、向こうはこっち来ようかなって言ってるわけ。でも、一回来たけどダメだったじゃん。でも、新しく一人暮らしするほど資金力がないって言うわけですよ。うん。 今からもそれ劇団が入りましょう。ねこう。それがね、もう、待て待て、この後の話なんだ、それは。<laughs> この後の話なんだよ。それは。<laughs> それはその後の話なんだよ。待て待て、劇団入りましょう。待て待て、その話を。<laughs> ほんで、ほんでね、ほんで、ね、これは宮本牛が大好きな話ですかこっから。 こっから宮本牛ので、ね、で、一番ね、ご飯おかわりっていうところですから、宮本牛の。ご飯おかわり、大盛りでっていうところ。なんぼでも美味しくやるってとこと。<laughs> ほんで、そこから、そこからですよ。そこから、ね、まあ、ね、私は、やっぱり、ね、あ、皆さんね、ここでちょっとお知らせでございます。今、あたるちゃんのラジオ、今回の含めて、ね、 チャンネルメンバーシップに入らないと、これのアーカイブは見れないことになりました。今までのラジオも全部見たければ、えー、ラジオも動画も楽しめるコース、月々490円コースならば、今までの百何十回と、百何十話とあるそのラジオ放送が、1から今日までの分、今回のね、うん、大スペクタクル、10時間を超える大スペクタル、スペクタクルライブ配信もですね、全部見れますから、えー、何回でも見れます。 しかしながら、えー、無料の方はですね、えー、生放送しか楽しめないという状況になります。はい。私もですね、ちょっと自分の力をですね、マネタイズしようと考えてて、ちょっと商売っ気出してみました。うん。よろしかったら、ね、これを何回も聞きたいという方はですね、えー、チャンネルメンバーシップにご参加の上、ぜひ、あたるちゃんの力になっていただきたい。ご検討をやっぱりね、 で、はい。<laughs> <laughs> ね、ね、あ、ね、アルソンすよ、どうも、いらっしゃい、うん、セキュー。ほ、ね、んでね、まあ、ででそこから、そこからですよ、私もやっぱり、まだまだこんな田舎で終われないって言ってるのに、いや、インターネット来てるよっていう、ADSL そっち来たよって言って、うん。いや、でも私、 この街を脱出したいのって言ったら、そりゃあ、いろんな男と付き合ってさ、もう居づらくなってるんじゃないのっていう。いろんな男と付き合いすぎて、お前、居づらくなってんじゃねえのーねえ、って、おもれは思ったけど、その時言わなくて <laughs>、うん。今日最終章です。今日最終章。うん。ねファイナルシーズンですね。で、 で、そっからね。だから、だから、俺は、俺ってか、だ殴りはね、俺じゃないよ。だ殴りは、ね、ADS l 来てるなら、実家でやっても家賃分受くでしょうから、狐娘は、こんなとこいられないから、一発東京で勝負かけたい。っていう、この、この、これね。うん。で、ほんでね、な、何したいのって言って。映画やっぱ携われた、映画とか。 映画携わわりたいっていうわけですよで、俺は実家帰って映画とかそういう映像を作ってもほらまあその当時からねなんかあのー、何まだその時 ADSL だからみんなこうやって軽、ね、いい状態でライブ配信とかも当時ヤフーチャットとかさヤフチャとかいわばそのなんだろうねパソコン通信の、あのー、画像付きみたいな。 ぐらいだったんですようん。サーバーが1個こ別個にあってそこでみんながアクセスするって。インターネットってそこからプロバイダーで全部つながるんだけどまだパソコン通信の延長上みたいなぐらいのインターネットと。まあ一旦イ,インターネット1期生ですよ僕なんて。ちょうどインターネット1期生みたいなもんで。あの時にもしかして東京で勝負かけてれば今頃財産,あの財産全部食い潰したか孫正義になれたかは。 あれだけどまあそれは置いといて <laughs>、うん。ね。狐は自分で行動する力がないと脱出できない。いや行動する力がないんですよ。だからつまり自分でなんとかしようっていう気がないの。常によらば体重のおかげなんですよ。うん。でも賢い生き方ではあるそれは賢い。全部自分でやろうとすると持たなくなるのはまあそうだから。 賢い生き方なんだけど、そればっかりなんですよ。まあ、これからも話すことで聞けばね、ただその、その、そこにもさ、値しないっていう実力のも、そこまでも値しないんですよ。うん。ね狐娘は。人じゃないよ。狐だからね、この話は。鶏はぶっ殺した狐の話ですよ。うん。ねほんで、<laughs> ほんで、そのー、 映画やりたいと。で、俺は、だから東京に来て映画に携わった仕事をしたい。映画、映画撮りたいと。で、俺はじ、俺っていうかあの、ヒゲダぬきは、もう環境一緒だから田舎でやりたい。まあ、この、このぶつかりがちょっとあったわけですよ。まあ、言ってないけど、ね。でも、でまあ、あと4ヶ月もあるし、うん。ね。他力本願寺 VS 自力本願寺の戦いが、うん。で、 っってていうことがあってで俺も4ヶ月あるからまあでねまあいいかなと思ってまあまあ4ヶ月あるし、まあのんびり行こうやと思ってたんですよ、うん、で俺は自主制作映画もう一本撮りたいと思ってたしで、えー、<laughs> でそれにまた1枚かみたいって言ってきたんですよわかるそれにもう一回参加したいってキツネ娘は言うんですよヒゲだの。 でヒゲなのきゃ一回こいつぶっちこいてるから、ああいうの困るよって言った。うん。ああいうの困る。から、いや、またでもぶっちするでしょって言ったら。あの時はいろいろ不安定だったし、いろいろあったからあれなんだけど、今回はちゃんとやる。ちゃんとするっていうわけ。うん。で、あ、そうと。うん。ね。うん、そうなんだ。えー、で、 提案なんだけどそこで一緒に住んでいい,い,いという提案がきます。どれぐらいの大きさなの住んでるところっていうふうになってでその時当時ね僕は6畳の下にあのロフトが6畳あったんです。結構でかめの。でそれで月7万ちょっとだったんですね。でトイレも風呂も別だしちゃんと台所もあるし日当たりクソだけど日当たりなんかもう何洞窟みたいな日当たりだけど 中身は広いわけですよで。ち、ちっちゃいベランダみたいな感じあるわけ。もうこの部屋よりも全然。うん。これがまあ、なんつうの、ドンって横にもう、1.、2.5部屋ぐらいあって、その上が、ちょっと背の高い、ここは背が高くて、で、その、ちょっとミニベランダみたいのがあって、あ、ここすごいってなって、あ、ここすごいってなって、俺もう、え、部屋にミニベランダがあって7万なのすげえじゃんっつって借りたとこなの。 だから、2人ぐらい住めるんですよ。2人、3人住めるぐらい、頑張れば。うん。まあ、2人は確実に住めるんですよ。1階とあの半階みたいな、半分で。ただ、冷房をかけても、下は寒いけど、上はむ,むちゃくちゃ蒸すっていう、そういった状況になるわけですよ。だから、扇風機でこうやってか拌しないと <laughs>、部屋がずっと、 どっちかが暑くてどっちかが寒いっていう状況になるわけですね。っていうところだったうね。うん、でそこはどれぐらい広さみたいなになって「いやこうこうこうだよ」って言ったら、まあ「実質12畳みたいなもんだよ」って言ったら「あ東京じゃ広い方だね」ってなってもう広いまあ結構一人だとね余裕で楽しいそこさ居候していいみたいなことを提案されるわけですよ。えっ?」って言って。 こういうくんのってことくるってことで私、お金もないし、ね。お金もないし、あの、借りるって言っても、借りるって言ってもさ、お金もないし、手続きとか、いきなりって探すのもめんどくさいし、いずれ出てくると思うんだけど、ちょっと曲がりしたいんだよねっていうような、いずれ出てくけどっていう、うん。い,いろいろ仕事見つかったら、 仕事見つかってお金貯めて部屋借りれるようになったら出てくけどちょっと一緒に間借りしていいって言うわけまあそういう話は最初はうんでうんどうしようかなってあと4か月あるしうんまあこっちでまあ何でもバイトでも何でも見つければね五5万ぐらいのとこに住めるかなみたいな感じになってで こっち来てどうすんのって言ったら、やっぱり働いて、とにかく東京に出たいと。もう映画だなんだっていうよりも、とにかくこの街を出たい、うん映画も。映画もやりたいんで、むしろ映画もやりたいけど、まず出たいと。うん、な夢も何もないっていうんです。夢も何もないから、まず出たいだったんですよ。で、それと、まあちょっと映画もやりたいみたいな、ちょっと、ちょっと残ってるみたいな。でもででもきることなら映画で 食いたい。食っていきたい。だからそういう仕事も探すためにも、基地が必要だと。で、そこでか、ちょっと曲がりしたいと。で、できることなら、ヒゲダヌキと一緒に映画作りたいと。うん、ほう、前回あんなことやっといて、まだ言う面白いじゃんってなったら、これおもろいじゃんねえ。で、そっちはどうなん大丈夫なのって言ったら。 まあ別にね、いろいろ、うん。まあ映画やりたいっていうなら、まあこれから俺も映画撮ろうと一本思ってるし、実制作。うん。もう一回チャンスやってもいいかなっていうのはちょっとあったんですよ。もう一回、もう一回やってもいいかな。まあ、人材もいないしね。うん。だからまあ、何でも言うこと聞くからってまた始まったから。ああまあ、まあ前回と同じようなことはないだろうと思ったの俺は甘かったんだけど。<laughs> で、そこで、ああ、助手がつくならいいかなとか、まあちょっとね、面白そうだなって思っちゃったんですよ。ちょっと。うん。今からスタッフ集めてもあれだし、だったらまあ、まあ、まあ、危なっかしいけど、危なっかしいけど、でもすごいよってこっち日当たり悪いし、全然全然そんなの関係ないみたいな。うん。全然関係ない、そんなの。うん。 日当たりすごい悪いんですよ。いや、鬱になるよ、これって、うん。で、始まって、で、まあ、ね、そっちでじ、ね、あの働きながら映画の勉強したいと。教えてって言うわけ。いや、俺、教える、自分で好き勝手やってるだけで、まあ、基本的なことは教えれるけど、その、何、プロが言ってるようなことはれ教えられないよって、プロじゃないから自分でまあ勉強しながら。 半分勉強しながら、遊び遊びも半分、勉強半分で自分的に取ってるだけだから、うん、そ,そこまでじゃないよって言ったら、いいのいいの教えて教えてって言うから、うん、まあいいよとで。今はさ、あの、何、テープをこうやって、テープとテープをこう組み合わせてやる選手じゃなくて、全部一回パソコンに落とし込んで俺やってるから、ね、パソコンにデータ化して、それをリ、 あれリニアノンリニア編集でやってるからいや全部パソコン作業だよお音もパソコンに入れるし声もパソコンに入れるし今でユー YouTuber みたいなことを,をすっごいローティクでやってたわけだよって言ってでパソコンまず覚えないと俺と一緒にやるんだったらパソコン覚えなきゃダメだよって言ったら「パソコンは?」って言ったら、あのー、全然分かんないって言うわけ、うん、で今仕事どうするのって言ったら「やめると」 うん、あ俺言ったらあかんね俺じゃない俺じゃないっすよ髭だぬき髭だ,だぬき、うん、ね危ない危ないちょっと憑依しちゃうね、うん、俺人だから、うん、でね <laughs> で仕事どうすんのって言ったら「ン談酒場どうすんの?」って言ったら「やめるとだってそっち行くんだからやめるとあそう」って「もうやめる気決まってんの?」って言ったら決まっもうい「もう言ってみるとあそう」って。 パソコン分かんないんだってうから、わかんない。じゃあパソコンの初心者でも分かるみたいな本があるから、それまず買って、来るまでにね、1ヶ月ぐらいかかるって言うから。やめて準備して、荷物、荷作りして、いろ、みんな、みんなにいろいろ言って、もう言うから1ヶ月ぐらいかかると。あ、1ヶ月あるんだ。じゃあ本一冊読めるねってって。で、パソコンの本さ、とりあえず読んでみてよ。 って俺は言ったの。全部パソコン作業になるから、パソコンの本一冊読んでいきなって言ったの。何でも、あのー、例えば、誰にでもわかるパソコンみたいな。パソコンってどういう仕組みで動いてるかとか、パソコンって何が、どういうことがあって、ハードディスクのメガって何とか、メモリのメガ,メガって何のこの違い何かとかっていうことを基本的にまず勉強してきてと。頑張れば本一冊読め,読めば、 ね、十回読めば、だいたい頭入るから、二日に一遍ね、ちょっとでも読めばさって。だいたい頭入ってくるから、まず読んできて、って言ったら。ああみたいな。ああって言った時に俺は、あ、こいつ英会話のやつふ、封切ってねえなっていうのを思い出したんですよ。英会話に十万払って、一回も開けてないっていうのを知ってるから、読まん、じゃあちゃんと読んでよって言ったの。うん、見てみるわ。探してみる。っていう前向きな言葉言ったんです。 前向きなで「あそう?」っつって,言ってその日は終わってでまた電話かかって「で準備がどうの?」とか「ああだ」って話してまた電話かかってきて「でもしもし?」っつって「ね今準備してると」うん「あそう」って「どうパソコンの本とか一冊なんか買っ,て買って読んでみたりした?」ったら「いや買ってない」「まあ見,見たりはしたけど無理だと思った」って言うから「いや,無,いや無理とかじゃなくてまずプログラムしろとかじゃないから」 ね、とにかく、まず映画を撮ろうとかっていう前に、マウスは何なのとか、そういうレベルですよ。もうパソコンなんてみんな持ってなかった時代だから、昔で。だからパソコンなんてのはのも、すごい高かったし、メモリなんて今よりもずっと低性能で、低スペックで、高価格で、1枚30万とかしたんですよ。32メガですよ。32メガのメモリが、20万とかしたくらいですよ。 わかる今考える。今、今、ギガとかさ、1、一ギガとかね、ねメモリって1ギガとか言うんじゃない違うんですよ、もう。16メガとか。メモリが。わかるじ ?16 メガ。わかるみんな。16メガ。32メガとか。それが、30個集まって1ギガなんだけど、わかるその、それなのに今1枚ね、1ギガね、なんぼ今、 一ギガ、千何本で買えるのかなメモリって。今いくらなのちょっとわかんないけど、しばらく買ってないから。昔32メガで4、28万とか、ものすごい高かったんですよ。で、その頃、だからもう、ちょっと自分で、うん。自分でなんか資材投げ打って買うって人はもうそれに行くしかないみたいな。これで食っていくんだみたいな人じゃないと、 だから、Mac とかでも、いいの変わったら、もう5、60したぐらいですから、当時。パワー Mac だとか、あとは、なんだろうね。PC も DOSV でも、9821とかさ、もうそういうレベルですよ、もう、うんで。だから、9821っていう、あの、NEC が出してるもんじゃなくて、これじゃ拡張性ないから、自分で作るぞって言って作ってた人なのね。だから、えっ、ー、と、メモリーいくら買って、で、メモリー、 緊張しながらこれこれ30万するやつ」って言いながら「カキ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 」って言って「大丈夫かな折れてねえからななかね」とか言いながら「カキ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 」って言うてカチャあ増えた増えたみたいなそんなそんなレベルなのよ。でだからもう当然そのやっば飲み屋の姉ちゃんなんかにはもう全然わかんないからそれだしそ高価なもんだからとりあえず勉強してきてたって俺は。 本当に難しいから、メガとかギガと,メガとかさ、メモリだとか、あとハードディスクだとか、マウス、キーボード、それからモニター、パソコン、みんなこっちの本、例えばね、こっちのモニターあるじゃないですか、見てる。これをみんなパソコン、昔ね、CRT っつって、あの、何ブランカンだったんですよ。ブランカンみたいなもんで、ものすごい、おこんな薄っぺらくなかったんですこんな。ペラペラじゃなくて、もう、わかる昔の、 あの液晶の前のブラウン管のテレビみたいのがあって CRT モニターっつってものすごい熱出すしものすごいでかいんですよこれぐらいのこれぐらいの大きさでもものすごいでかいからで電気もガンガン食うしそれでやってるからもうだからみんなでパソコンってしかもこれぐらいだったからみんなモニターの方パソコンだと思っちゃってるぐらいのレベルだったんですよ素人素人パソコン触ったことない人って。 パソコンとモニターのうち、こっち側はなんかわかんないけど、こ、モニターがでかいからこっちがパソコンだっていう人が多かったどっちがパソコンなのっていうかえ、そこなのっていう、だそういう人多かったから、それでもいいから、ちょっと、モニターは何なのか、それともその、何映像って何なのかっていうのを基本的なところを踏まえてきて、1ヶ月あったら、一冊本読んだり雑誌読むだけでわかるから、勉強しきてって言ったの。そしたら、 で、ずっと言ってたの。そしたら、いや、やっぱりね、わかんない。わかんない、難しいみたいななって。いや、それぐらいは、まず一冊読んでみようって。MZ80 からや,やっててます。MZ80 ってなんだろうな。MZ80? んだろう。<laughs> 片番言われてもちょっとわかんない。俺も年を置いてしまったんでね。う、ね、ん。ねほんでさ、 あのー、言ってたわけ。だからもう、わかんない。見たけど、今いいかなってって思って。今、最後だから、この田舎を1ヶ月間楽しもうと思ってる。みたいな。もういなくなるからっていう。うん。いや、いいから、いいから、とりあえず本読めよって言ったんです俺。いいから本読めよ、まず。っていう 予備知識だけでもいいから、ちょっと一冊読んでこいって。これが条件だみたいな。そこぐらいまで確か言ったと思うんですよ。まず読んでって。まず読もうって言ったんですいや、わかんない。もうあのねこ、最後の1ヶ月間は、こっちの楽しむって言ったんです PC、PC6001? なんだそれ、PC6000? 88の前88の前もしかしてそれあのペラペラのペラッペラのフロッピーディスクの頃からやってるのペラッペラのフロッピーディスク <laughs> じでなんて8インチフロッピーディスクの頃それ9821じゃなくて601って言ったらあの八インチディスクじゃないそれ <laughs> あのペラペラのがッ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 がっカッカッカっカッ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 ッカッ でさ、とにかく、かね狐娘が言ってるのは、明日から明日からなんですよ。明日からやる、明日からのえのす,すごい一ヶ月バージョン。明日からやるってのはさ、今日いいや、明日からやろって言うじゃないですか。うん。そうそうそう,そう。もう、もう何名残雪状態ですよ、もうなんか。 いけてて,て。うん。名残雪が、テープ。エエムックスの時代。エエムックスですかそれ。ね、名残雪が降る、なっけ。降るときを知り、ねねね。季節のね、今、春が来て、君は、綺麗になった。<laughs> 去年よりずっとっていう。もうなんか、うん。そんな状態よ。だから、もうこの街は最後だから、これが面白くなる。ね、覚えてたでしこの街はもう最後だから、一ヶ月間、この街、仲間にも、友達にも、もう言ったし、友達にも言ったから、最後のお別れだから、こっち、一ヶ月はそれに使うっていうわけ。いやいや、それなんていいか、それもそれで大事だけど、 とりあえず1冊読んできて、とにかく。うん、それが、その一歩が大事だからっていう。だから、明日からやる、明日からやるのを、1ヶ月後からやるっていうやつですよ。うん、やんないって言った。それは、そっち行ってからやるから、今はやらないっていううに言い切ったんです。<laughs> 普通さ、頑張るっていう一言もらえばさ、わかんなくてもさ、頑張ったんだねって。頑張ったんだけど、わかんないんだねっていうふうになるけど、そっち行ってからやるから、今はやらないって言い切ったんです。だから、逃げ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 なんです。なぜこっち来るか。もう地元が嫌だから、私こんなところで収まる人間じゃないと。 私が悪いんじゃない。田舎が悪いんだ。だからこの町出てくんだ。逃げ。安いな、給料。もっと私は高く、逃げ。なんかもっと、東京じゃなんとかなる。うん。ね。パソ、ね、こない、前もさ、女優、女優だと思ったけど選ばれなかった。じゃあ行かない。逃げ。逃げ、逃げ、逃げ、逃げですよ。うん。 で、じゃあ受け受け、受け入れる体制があって、じゃあ頑張れよって言って、じゃあこれ、やるならこれが必要だよって言ってるに対して、いや、もうこっちではやらない。だってこっちでは仲間とのお別れがいっぱいあるから。もう戻ってこないから。だから、あと1ヶ月、この街を、名残るみたいな。名残るっていうか、ね、もう、 この町を堪能するみたいなこのラスト1か月をだってもう戻ってくるか覚悟だし戻ってこない覚悟だしうんって言って「いやーやった方がいいよ」って言って俺はそういうさそういうセンチメンタルなことやめようよもうっていうそう「やらない」って言ったんです <laughs> いや俺は言ったからねとりあえずやってきてよでこ、ね、いいから何でもいいから 読んでよって言ってもやんないって言ったんです。俺の中でああこいつやっぱりやべえけどさてどう,などうやべえくなるかちょっと楽しみだなとはちょっとあったんでねやっぱり人一人来るから荷物どれくらいあるのってっ段ボールね何個ぐらいかな ?7 箱ぐらい来たかな ?7 個もないから6箱ぐらいで段ボール来た服とかいろいろ。ほんで でこれ二人で暮らすことになるから俺もう荷物でバーっていっぱいあるから言うこと一人前なんですよできるふううんできるふうなんですよもうねでねで,で,でいろいろ別れして向こうして頑張るから、ね、見てて私のこと女優になるからみたいなこと言ってんでしょタバコを吸いながらこうやってタバコ吸いながらさ見てて私私のこと見ててもう会えなくなるけど向こうで私天下取るからうふふみたいなうふふみたいな スパースパーみたいな。スパん <laughs>。俺はそんなことやってるんだったら本読めって言ってた。でも、まあまあそれでね、まあ時が流れて、時を戻そう。時を戻そう。うんね でねまあ時は流れてる、そうあってまあ、荷物が届いてで俺は荷物切った時にああどうしようこれ入んねえなーと思って寝るとこも分けなきゃ男結局俺じゃないや、あのなんだっけひげダぬき俺じゃないよひげダぬきはさやっぱり男と女だからちょっとセパレートしなきゃいけないなっつってロフトのところに壁作ってたよでいらないものパソコンもさあったけどまあこれも古くなるなと思ってっいらなくなるなってパソコンのね2台捨てたんですよ9821。98 21 うん、ドスブイのね9821のドスブイマシンをまあ結構これ後々記念になるかなと思ったけどまあいらねえやつって捨てたんですよ、うん、いろんなものねあこれもいらねこれを開けなきゃなと思って、ね、もう段ボールの中にいっぱい詰まってたあのー、いろんな紙の資料だとかなんかもこれもいらねえなってってまあバッ,ッてッて入てまあ広くしたんで断捨離してね広くしたんですようん。で でまあスペース作って寝るとこ2つ作ってで布団が届き荷物が届きみたいなうんでこう2つ並べてこうやって下にこういろいろ机とかあるようにしてでまあスペースを作ったわけうんできたねで来るで今度ね来るっていうから今度なんだろう前の一件があるけどあってその だっけ新橋まで迎えに来だただよ、ね、今度。飛行機乗ってっから新橋に迎えに来たとわけ。うん。新橋ぐらいならいいか <laughs> 東京モノレールから降りてきた新橋行くじゃない。ね、迎えに来てって言うわけ。火災まで、あの、江戸川のね、あの、西川西の駅まで来ないよって言ったら、わかんないっていうわけ。前もわかんないって言ったから、 わかんねえんだろうなって。まあ、ちょっと聞きゃいいじゃんって言ったけど、これからさ、何かしようって言って、スタート金のにさ、またさ、じゃあ私飛行機乗って帰るって言ったら、もう大変なことになるから。<laughs> 私行かないとかになった。そこはちょっと折れたんですよ、これ。その時。新橋から乗り換えて、東西線かなんか乗れば、ね、西風来れるから、そこで俺迎えに行くようだったんだけど、 わかんないって言って、またその横浜でもういいってなるから <laughs>。じゃあここは折れようと思ったらさ、もう新スタ、彼女にとってね、新スタートだから、折れたんですよ。行ったよ、新橋まで。東京モノレールの、こう、東京モノレールの折り口のとこずーっと待って、何時に着くっていうか、こうやってってってさ。うん。新橋の、新橋でしょ東京モデル版の。 行ったよ新橋ぐらいならいいよくね何時に着くみたいなことあるからじゃあこうこうこうでじゃあこの時間まで行けばいいからじゃあこの時間出ればまあいいかって新橋ぐらいなら行きますよ200円ぐらい230円ぐらいだし当時、うん、行ってさで新橋こうやって,やってプラーっとプラっと新橋つらつら歩きながら時間潰してああこ,こ,このモノレールかなと思って来きたこって言ってさ、うん、あ来た来たっつって。 「うん来た」みたいな「ああよし頑張ろう」みたいな。で乗ってここっつってで二人暮らしが始まるわけですよ。ねわかる <laughs> どねあの何なんだっけ、ね、そうして映画を作る映画作りを志した二人が。 新た,新たにスタートラインを切った部屋がここである、みたいな。あ、ごめん、新橋だ、浜松、ごめん。<laughs> もう、もう、もう向こう、そう、浜松だ。浜松町。そうだ。ね新橋じゃないよ、俺もう、ごめんね。新橋から乗り換えで浜松だ、そうだ。そ <laughs> うだね、新橋からの乗り換えだよね、浜松で、確か。新橋行って乗り換えて浜松町行くんだよね、確か。振り回されてる、そう。ね まあまあ、かっこよく言うなら、かっこよく言うなら、ね、ね、2匹ぐらあ、そうそう、二匹暮らしですよ。ね、2匹暮らし。狐と狸のね、赤い狐と緑の狐の、ね、ね、2カップですよ、2カップ。うん、赤い狐と緑の狐、ねうん。ね、2匹暮らしですよ。うん、で、始まるわけ。ね この日本の映画界を揺さぶる。二人の。スタート、スタートが。切ったの、まあ、ドラマに言うとね、ドラマ風に言うと、そうなんですよ。うん。ごめんね、もう東京暮らしちょっと。もう相当昔なんで、もう二十年ぐらい前なんで、ちょっとごめんなさい、ちょっと。うろ覚えでした、浜松町でした、そうでした。でね。で。うん、ほんでさ。<laughs> ほんで。ほんで。 あのー、まあ、最初ね、こここうだ、あだって話になるわけですよ。まあやっぱもう、ドラマで言ったらね、ちょうど第1話の終わりぐらい、第2話ぐらいの終わりだよね。こうして僕たちは、映画を撮るために、東京で暮らし始めるんであった。期待で胸いっぱいだった。みたいな、そんな感じ。 で新海誠新海誠風に言うとさそんな感じよ、うん、やったよそこまで、うん、ああやったよ、ね、さあこの後 <laughs>、まあ今回これね一区切りなんで、まあ、このあも話しますけどちょっと休憩、ね、さあ、ね、あの 警察、第1章、第2章、第3章で、罵の知り合い、警察さでなかった、あの狐娘と、ね。助けたのに騙されたヒゲたぬき。一家。ああなる前にこんなストーリーがあったんそのヒゲたぬきと、ね、騙し、騙されの狸と狐。ね。助けてあげたのに、騙す、騙す、裏切る。ね、え 娘と、うん、みんなのためになろうと頑張ったけどもねさんざんこき下ろさるひげだぬき実はその前にこんなストーリーがあったんだよというね人間不信ファイナルシーズンザビヨンド一旦休憩です3分ちょっとトイレ行きたいだけトイレ行きたいだけ <laughs> ごめんねちょっとトイレ行ってくるわ、うん、ね ただいまー o ただいまただいま戻りまんた ただいまーまだまだ起きてるよーって人いるはい起きてますよーっていうただいまはい、うん、ただいま戻ったよ、うん、じゃんじゃんバリバリ出してきたよ出したら入れる、うんね、さあさあさあみんなまあ起きてるよーってう人 大丈夫だよあたるちゃん起きてるよ <laughs> まだ起きてるよあたるちゃんっていう人うんあえ。<お>123456、ね、人 23073人って起きてるの6人っていうやろう、ね、ちょっと巻きでお願いします巻き入りました巻きねえいや今何時間 ?3 時間ですかねえお結構いたね、うん、じゃあ巻きますかちょっとねえ全然巻く気ないけど巻くよ、うん、巻いて巻いて、ね、起きてます まあ2時でございますけども大丈夫、明日休みみんな大丈夫だよ、ね、大丈夫、一万年いの、俺だよ、うんねはい、さあ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 、ねしんね、やっと始まったね狐と狸のバかし合い生活。 ささてて、このあと何が待ち受けているのやらねえ,ねえなんかあのストレッチマンみたいになって帰ってきた汗かいちゃってお着替えしたの分かるね似合ってる私ねえなんでなんでみんない気づかない何気づいてくんないのねえ,ねえタオル替えたのタオル黄色に替えたの 黒いシャツから白に変えたのをね、なんで気づいてくんないのあとね、メガネからコンタクトに、コンタクトね、ハードからソフトに変えたの、なんで分かんないのっていう、ね、はい、お話しして。<laughs> いやフフフ。い結構疲れてるのよ。3時間の話しっぱなし結構疲れてるのよ。で、で OK! ーでね。ほんで、まあ始まりましたと。まあ、最初は無事に始まりました。 ね、じゃあま、まず、あ、今日はまあ疲れたから、ね。今日は疲れたから、じゃあ、お疲れ、お疲れ、飛行機もつらかったでしょと。ね。うん。<laughs> ね。ね。もう今日はさ、もう、あれじゃんなんか適当にさ、食べてさ、もう、休もうや、つって、ね。オスとメスの関係ですかオスメスはないです。 はっきり言ってないです。オス、メスないです。いいですかオス、メスはないです。これはちゃんとはっきり言っておきます。オス、オス、メスの関係はないです。うん、種が違いますから、ええ。種が違いますからね。うん、ね。 でまあ休んだわけです。なんかいろいろ買ってきてまあ食って、えまあその日はまあおそらく何もなか何もなくなんか勉強とかも何もなく、まあまあまあいろいろ準備したりとか片付けたりがいろいろあったんで、まあそれでまあ初日は初日とかね、なもなもあの勉強とか映画の話とか何もなく、まあとりあえず買い物やった買い買い出し行ったりとか、あ、うん、あのな、ー、んでしょうね。 荷物片付けたりとかで終わった終わったと記憶してます。<coughs> さあ次の日からですよ。翌日お互い何もありません。俺はもう仕事も首切られて何もないし、ね俺じゃないあの髭抜きはね髭抜きも仕事やってないしないし、ね来たばっかりで何もない何も無職の二人が無職の二人が暮らし始めたわけですね。うん。ほんで。 あのさあ2日目になってじゃあ早速勉強しようか始まったわけ俺のたださあのやっぱり約束通りねあのまずパソコンから勉強しなきゃいけないからだから俺が撮ったりとかしたものをカメラも使っていいからねカメラも使っていいからじゃあパソコンも使っていいとただし あのー「全然わかんないんだよね」って言ったら「もう何もわかんない」って言うからもうな触ったこともないみたいなこと感じだから「分かったじゃあ教えるわ」と。うん。じゃあまずメモ帳メ,メモと鉛筆用意してってってでロフトに上がってってでパソコンの前に座ってでパあのー、パソコンのことを教えるからと。うん。ね。でまずこれがキーボードでこれがああでこうでメモってメモってっ,つって。で で、大まかにパソコンっていうのは、あのー、信号を入力して、それを出力するっていう。つまり、入力と出力があるから、で、マウスは入力装置、キーボードは入力装置、パソコンは出力装置。入力されて処理して出力する。で、これはモニターであって、これパソコンじゃないから。パソコンどれなんのって、この四角いやつがパソコンああ、そうなんだ、メモメモ。ここまあ、ま番順調ですよ。順調っってもう、これで15分ぐらい。 ね、で映像を作るっていうことはどういうことかっていうと写真を何枚も1枚の写真を何枚も切り替えるっていうのが動画の仕組みわかるみたいな動画とか映画の仕組みっていうのは写真撮るでしょと写真撮ったやつを高速で何枚も書き換えるからそれは動いて見えるのに音楽乗っけたり声入れたりしてこれができるのが映画なんだよっていう。 映画は24枚やってるけどっていう。っていう話、これ、話、入り方としては間違いないですよ。だって、目的は映画だからね。パソコンを全部覚えてプログラムするじゃないから、映画だから、映像のことを教えてるわけ。書き換えるってこと。OK? うん、なんとなく。つまり、写真を何枚も作ることが大事であって、1枚の写真がね、綺麗なものを撮れば、その綺麗なものが何枚も撮れば美しい映像になるから。 ああ、ね。で、ここにあるね、3メガとか、ね、24メガっていうのは、これは容量って言います。容量。ね。で、これのが、その動画のデータのサイズになります。OK? ああ。メガ、メガの前はキロバイト。キロバイト、メガバイト、ギガバイトって増えてって、これはまだメガバイトの頃ね。あ、ああ。 メモったメモった。うんだから容量にも大きさがあるから、まあ、一,応一応ここは聞き流してもらっていいからみたいな感じでわーって話してって、まあ、やってったわけわーってやってって1時間ぐらいやって終わりました、まあ、今日はこれぐらいでいいかなってあとはもう分かんない方だったらついつもほら部屋にいるから聞いてうん分かった買い物買い物,買い物行ってくるけどな買ってくるもあるみたいなこと言って私も行くっつって い、ね、えば丸ツですよ、丸ツ。<laughs> えど、ね、あたるちゃん、あたるちゃんじゃねえや、髭だぬきね、ごえ立つエツ行って、いろいろ買う。で、ここでまた問題が起こるわけ。ここで、あのー、ま、いろいろ買うわけですよ。セービングのね、どん兵衛みたいなのあるわけですよ。安いどん兵衛みたいなのあるわけ。88円どん兵衛みたいなのあるんですよ、セービングっつって。<laughs> まあ、どん兵衛のパッチモンみたいなのがあるわけですよ。 なんか、それとかね、いろんなカップ麺があって、買ったりして、で、カゴに入れて、買ってくるわけ。ねえ、まあいい、買ってきて。で、晩飯は軽くなんか、マレーツ。<laughs> 知ってるマレーツ。<laughs> うん。で、まあ、で、その日は晩飯なんか作って、で、でやだけど、パソコンの質問が返ってこないわけですよ。パソコン分かったみたいなこと言ったら。ああ、みたいな。ああ、な,ああかなんかね、 まあこれそれがね、1日か2日経って、ね、全然パソコンのことをね、なんか質問してこないんですよ。でも,でもさ手もう、本当にやろうと思うならさ、バンバン質問飛んでくるはずだ俺。思ってたの、わかんない、わかんないメモ帳とかもさ、メモ帳も1回書いて、もう見ないんですよ。うん。いや、こいつなんか変わったかな、変わってほしいなっていうかさ、変わったんかな、変わってほしいなっていう期待で、様子見たんだけど、まあ、そのメモ見ないんですよ。 で、この本読んときなって言ったら本も読まない。うん。パソコン学、誰でもわかるパソコン学みたいな。もう見,見ないんですよ。わ、まあ、かりやすく書いてるやつなんだけど、見ないんですよ。うーん。えー。やっぱりだなって。ちょっとこの中で、やっぱりこっち読まねえなって。やる気あるんだったら、パソコンの前に貼り付くはずですよ。そうでしょ。つか俺だったら、 パソコン使っていいって言われたらだって目の前にあるのはさもう何相当相当金かかってるパソコンですよパワーマック8500当時ねパワーマック8500と98えっとね自作の DOSV パソコンがあったんですよ自作の高性能の、まあ、当時ですよで自作の高性能パソコン1台とあとパワーマック8500当時 マック Mac と俺 DOSV、あのー、共用で使ってたから,から Mac ですごいレンダリングかけて時間かかるやつをやりながら PC でいろいろテキスト打つみたいなことやってたから <coughs> うんだ環境としては個人の環境で言うならば相当いい環境ですだ俺が俺じゃないあのねヒゲたぬきが狐つねたぬきの立場だったら俺は ずっとやってていいって言うから。いや、ちょっと触ってていいとああ、いいよ、どうぞ。これだけはやらないでねっていうこときて。俺だったら、ありがとうございます。っつって、こ,こ、これってどうやるんですかとか。え、インターネットってどういう仕組みなんですかとか。パソコン通信とインターネットが違う何が違うのとか。いろいろ、俺はきたく、知ってる人がやるから、バンバン聞くはず、聞くんですよ、俺は。怒られるぐらいまで。もういいだろうっていうぐらいまで聞くんです僕は。だけど、何の質問回答ない。し、 うん、で、で、で、次の日ぐらいに、次の日かな次、次の日か次の日になって、じゃあ、昨日やったところおさらいしながら新しいとこやろうかってやったっけ俺もやることあるから、時間使って、作って、ね、じゃあ今日はちょっとガッチめにやろうかみたいなこと言って、じゃあメモ帳持ってきて、言ったら、うん。うん。 あのさーっていう、おーっていう、おーっていう。このあのさーの時の、あのさーみたいな、この、なんか意見、あの、意見言わせてもらっていいですかみたいな、東のあのさーみたいな。パソコンさー、げだぬき分かってんならさ、げだぬきやれば。出た、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 出た,出た,出た 待ってました <laughs> 待ってました <laughs> 待ってました。その言葉、あ、なるほどね。うん。あ <laughs> それそれ待ってたよ、それって。え、どういうことみたいな。どういうこといや、いいから、いいから、とりあえずさ、って。とりあえずさ、メモ帳持ってきてよ、って。やるって言ったんだからさ、やろうよ、って。うーん。私パソコン無理 あて、パソコン無理かもしんないみたいな。え、まだ始まったばっかりだから、これ。いや、ちょっと無理かもしんないなああ、無理だわ、みたいな。嘘だろっていう。は <laughs> 一日しかも、そうじゃなきゃやっぱりね <laughs> やっぱりね一日だよ マウスって何かモニターって何かメガバイトって何かみたいなと。ほんと初期の初期。初歩の初歩ですよ。こっからアプリを立ち上げて、それで、ね。音声データってのは何かも,うもっと言えば JPEG って何かとか、ビットマップって何かね。で、フォトショップとは何かとか、アフターエフェクトまで行くわけですよ。期待通りの一日、やっぱりね。うん。 あのさ、今からパソコンやっても間に合わないと思うんだ、みたいな。裏切らない。あの人無理かもしんない、これ。みたいな。まだ始まったばっかりだし、もうちょっとやってからやんないっていう。うーん。やっぱりさ、得意な人がやるべきだと思うんだよね。お前やりたいって言って、映像編集やりたいって言っとったやん。お映画のこと全部頭に入れてっ言っとったやん。おいおいおいって。え、どうすんのしたらっていう。 えちょっと待って。どうすんのって。いや、これからパソコンは必須だよ。うん。だと思うんだけど、まだいいかなあれあれ ?1 ヶ月前に聞いたぞっていう。まだいいかなま、あれ先延ばし、嫌なこと先延ばしですかオッケーオッケーオッケー。なるほど。女の子それ多いと思う。24時間終了。うん。 おや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 来ると思ったけど早いねあと一週間ぐらい頑張ると思ったけど、ダメだこれなった。で、こっからがまたすごい、こっからがまたすごいですよ。ねで、ね <laughs> パソコン、だから、髭だぬきできるじゃんじゃあさ、やっぱ髭だぬきがやればいいじゃん。あたし、今からやってもさ、 やっぱり、すごい時間かかると思うんだよね。うん。えじゃあ、映画どうすんの何,何やんの映画って言って。うん。え、じゃあ、映画作るんだよね何やんのしたら他にっていう。うん。え、何やりたいの何やりたいのねねうん。え、何やんの映画って。みたいな。いや、そうじゃなくて、いやまずパソコンからやろうあ。まずここ乗り越えたら、あとは。 そっから全部発生していくから、まず難しいとからやろう。まず最初にって。簡単いや、あの、最初、難しいこと突破すれば何とかなるから。うん、それは、ヒゲだぬきがやって。私はいいや。おぉ。うん、じゃあ何やんのうーん。何あんのやあとカメラとか。もうカメラだよね、ってカメラはカメラで、設定とか、ね。 あのー、なんてオートフォーカスとかいろいろあるけどこっちはこっちであれだよってうん撮り方とかあるよってこいちゃいけない人撮る時にはこっちの子を撮ったりとかねどういうふうにだカメラをいじるカメラで、まあ、人もいないからカメラやるってことは絵コンテも切んなきゃいけないからじゃ絵コンテの絵、ね、コ,コンテの切り方とか4コマン漫画見たいもんだからやればそれ4コマン漫画絵コンテもあるよって言ったら。 うん、絵は無理かな。カメラもちょっと、機械だから無理かな、みたいな。おーじゃあ何やんのって。あと何やんのって。うん、じゃあ演者演者やるのってたら。うん。女、女優女優あ、そうば女優やりたいって言ってたね。ね、じゃあ女優や、何出る方でやんの女優やんのって言ったら。 うん。女優ね。うん。いいな。女優もいいな。って。で、女優やるんだったら、やっぱりその演技力ってある、演技力だよねって言うから、言ってね。演技力だから、どっかの劇団入ればって、もう、あのー、なんだっけ。いっぱいあるよって、地元の劇団とか。うん。ちっちゃい劇団から入って、 で仕事してながら劇団から行って演技力身につけて発声からやってほんでちっちゃい劇団から入ってね、うん、ほんでステージ何回か経って度胸を決めてまあやるんだでも女優だったらそどっかの劇団入んないいきなりタレント事務所とか無理だからやっぱ劇団入って実力つけないとダメだよってうーんいやヒゲダヌキに取ってもらうから別にそこいいかな行かなくて劇団とかいやいやいや、うん、いやダメかなるけど いや、それはあれだよって、結構厳しいこと言うよって取るなら、うんい。いや、あのね、本当に、本当に目指すんだったら劇団入った方がいいよって言ったら、うん、劇団とかはいいかな。うん。うん。恥ずかしいし、恥ずかしいし。そもそも、髭だぬきに取られるのも恥ずかしい。 ああ、こいつ選ばなくてよかった、あの時。こいつ選ばなくてよかった、どっちみち。選んだら選んだで恥ずかしいとか言って言わなかっやんなかったんだろうね、きっと。恥ずかしいとか言って。選ばなかったら選ばなかったでボイコットするし、選んだら選んで恥ずかしいからやらないってボイコットしたんで、しょうね。え、じゃあ、結局、じゃ一緒に取ろうって言った時、演者も嫌だっていうことったら。うん、恥ずかしいし。うん。 そういうのはね、ちゃんとやってきたきたでやらせばいいんだよってお前じゃ何なんだよってよ。うん。じゃあお前何なんだよって言うな、なる、ならな,ないあと何あんのって言ったら。うん。あ,あと何あんのって言ったら。あとな、え、あと何あんのって。あと脚本と、脚本でしょあと、監督だよね。あと脚本と監督だよね。って言ったら。ああ、監督いいな、って言ったら一番難しいよ、お前っていう。 お前さーって一番難しいとこお前簡単だと思ってって思ったけど。うん、ああ、じゃあ監督ならできそうだなーって言ったんですよ。実際できるんですよね。できるけど、監督って全部頭に入ってないとできないよっていう。どこでどういう音楽足そうとか、ここでどういう向きで撮ろうとかっていう、相当センスいるよって。うん え、コンテとか切らないんでしょコンテ切らないで頭の中でやんの監督で全部セリフと頭入れんの誰やんのそれっていう。どうするんだろうそ順番とかあんで構成とか。ねえ、構成とかさ、撮る位置とか、あれだよって。あのー、シーンとかあるんだよってロ。ロケとかどこで撮るとか、どういうふうに、 あの、順番でネっで。監督なんてお前、あれだよって。深作禁止クラスのことをやってくれんの周りがやってくれんのはあれ。深作禁止だからだよって。ねえ。深作禁止クラスだよ、あれ。自主制作の監督なんて全部やんなきゃダメなんだよ。だってやってくれる人いないし、お金も払えないし、お前金ねえじゃんっていう。ねえ。それで何監督で誰動いてくれんのお前にって。うん。誰お前、実力ない監督にさ、 はい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 って、俺か俺がやるのねやだよ俺、俺やるのねっていう。<laughs> もうできないよ、それは俺もうできないよ、そこまでねえって。カウンって一番難しいお前全部頭の中にるお前パソコン投げ、投げたじゃんパソコン。どうすんの、それって。お前深作禁止じゃないんだよ、なぁ。だから、 全部自分でやんなきゃいけないの監督って。わかる自主性格なんて。一人でやってなきゃいけないんだよ、全部。ねえ。わかってるお前、なんで大物ぶるんだよっていうのがあったけど。<laughs> 監督一番難しいよって一言。監督一番難しいよ。内心よ、内心。てめえ舐めてんじゃねえぞ、この野郎ってう。うん。いっちゃ難しいよ、この野郎お前。 何でもできると思ってる感じがすんねえよ、この野郎って思ったけど、そこをグッと押さえて、<laughs> 一番難しいよ、監督。一番難しいよ。ぜ、全部やんなきゃいけないよ。大丈夫っていう。うん。内心やない。た <laughs> ったたったねえよ、こね野って。パソコンやってからもねえよ、この野郎ってい。な、いなた。<laughs> ね投げたやん、あれ。大丈夫できる いや、目指すのは自由だけど、うん。どうするのしてどうするのどうするこれから。どうするうん。何心も、帰れよっていうのが入った、あったけど、ぐっと我慢。言わないよ、まだ。言わない。俺言わないもん。うん、だって、その頃の俺って意外と、思いやりある人だったから。うん。で、 じゃあ、残されたのは脚本しかないな。つって。じゃあ、脚本やるわ。あ、そう。え、脚本やるのうん、脚本やる。あっちでもできたでしょうよーってう <laughs> 俺の、俺の俺,俺あっちでもできたでしょう。何しに来たんだよ、お前よって 何しに来たんだよ家でもできたろ実家でもよっつけんじゃねえぞお前らって言いながら、頑張ろう,うん。いや、何でもね、最初の一歩ってあるから、うん。無期無服向きってあるから、まずそこから入るのもあるかもしれないね。うん。てめえ、嫌か田、ね、舎の硬い中の隅っこでできたろわやなあ紙と鉛筆でできることなんでこっち来てやるんだよお前、バカじゃねえのねえ。頑張ろう、うん。 うん、頑張ろ、頑張ろう。全然、無理しなくていいから。うん。ね。あ、あるよ。あの作文用紙いるどっちがいい便箋がいいそれとも作文用紙があるどっちがいいうん。やっぱ大体400字目でね、うん、まずプ、俺も、あの、やったことああの、シナリオ12項っていうのがある。河、ね、辺勝人先生のシナリオこ創作12項ってあるから、これ読みなよって。うん、これすごいいいよってシナリオ作るのに、まずこれ読もうって言ったら、うん、分かった、ありがとう。ペラ、ポン。 てめえ読めよもういい加減よてめえ識字率ど、てめえ読めよまずよなあ進めたもん読めよまずなあなあ読めってまず何でも出したもん読めよもう頼む読んでよもうねえうん。じゃゆっくり行こう。ゆっくり。難しいよね。うん。難しい。うん。難しいよ。うん。 俺も最初ね、何言ってんだってなったから、うん、大丈夫だよ。うん。大丈夫、大丈夫。ね。じゃあ、まずプロットからやろう、プロットから。プロット書こうよ、とうん。プロット。うん。まずね、あのね、1ページの間にどういう内容にするかって、大体書いて、まとめて、うん。そうやってから、あのー、中身書いてった方がいいから、うん。ね。うん。あ、いきなり書いちゃういきなり書いちゃう あだから最初ね、プロット、骨組み作った方がいいから、まず、うん、いきなりね、あのー、外側から作っても折れちゃうから、中は骨作ろう、骨プロット、うん、どういう内容で、どういう設定でって、まず設定から決めていこう、うん、設定決めてから、うん、屋台骨作らなきゃいけないから、どういう、うんうん、聞いてるね 聞いてる聞けよもう話も聞かね聞けよだからいきなり話書き始めんなよなぁ。気持ちわかるけどさまずさどういう、どういう流れでどういう話なのかって、自分で行き当たりばったりじゃなくてさだから、うん。まずさまず目標決めようよ。この話の目標。うん。そうそう、階段上が聞けよ話をよ頼む話聞いてくれよ まずやってみなやってみるのもあれだ、うん、っど壁とぶつかるもののためにあるから、うん、ぶつかってもね乗り越えりゃいいだけだから、うん、頑張ってじゃあっていう、うんね、なんて日だよ で,で書き始めたんですよ。ね。うん。まあちょっと読んでたんでそのあと。ちょっと読んでて、ここにあった。だから読んでたんじゃちょっと、あとから。あとからちょっと読んでたんじゃないうん。でも、最初だけ、最初の10ページぐらいじゃねえから、読んでたの。うん。で、で、でね。 まあ当時俺その時にさまあちょっと仲いい女の子がいた女の人がいたんですよ。でちょっと出てくるわっつってだね女って言うわけ。女って言うからまあ女女っていうかまあ仲いい友達っていう。うん、まあ女っちゃ女だよで出てったんですよ。で飲んでくるわっつって飲んで。 でね、飲んで帰ってきた,わけですたらまあその後で、ね、しばらくしてから飲んで帰ってきてたら,、ね、たらねなんか朝方帰ってきたんですよ朝,朝方帰ってきてでたらね5時に帰ってくるってことは飲みで終わった感じだねうん飲みで終わった大体ねホテル行ったらね8時とかに帰ってくるからね 飲んだだけだったねっていう。探ってくるね <laughs> 探ってくるねみたいな。ふ探ってくるねっていう。ほんで、で、書いたよっていうわけ。で、俺もう酒飲んでるから、もう、うん、眠えあ疲れたの、眠いなちょっと飲んじゃん飲んだな結構、お腹もいっぱいだ、お腹も、おなかもいっぱいだなとか言いながら、飲んで帰ってきて、ただいまって帰ってきたら、朝まで書いてたわけですこうやって。書いてて。 で、もう、俺もう寝よっかなーと思ったの。お酒も飲んで、寝、寝るわー、みたいな感じで。で言ったら、待って待って待って。いや、お、起きて待ってたんじゃなくて、なんか帰ってたの、なんか。うんで。帰ってたの。で、帰ったよ頑張った見てって言うから。うんうん。でもう酔ってるから。うん。あ、お,おあ、ごめん。 鬼の郵便屋さん鬼の郵便屋さんじゃあ鬼の何これんいやじゃお俺じゃあ何うん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 ってペラ1枚ねペラ1枚ですよペラ1枚に書いてあってうん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 あこっちもちょっとあんのうんうんあここうだけっていうかうん頑張ったこれだけって言うか うん、感想は?」って言うから「いや感想もないもんだってえいやだってこれ普通の小説やん」っていう脚本と小説違うからうん脚本と小説違うからこれだって小説の一ページ目じゃんってじゃあそうじゃなくてまずプロットから変えた方がいいよ」いや感想は?」って言うから「いやどっちが先生だよお前」っていうど,どっち先生だなのねえま,まずだか,らだからこれじゃ判断できないだって。 だってお母さんが病気でね東京に上京してきてちょっと待ってえっ、ーえー、と田舎から北海道の田舎から東京に上京してきてで生活してた女の人がいてでお母さんが病気になって倒れたんで実家に帰ろうっつって汽車に乗ってで地元の駅に降り立って。 だで終わってるじゃんこれでだからうんでこれは何え北海道の女の人が上京して東京で暮らしてったんだよねでで田舎に住んでたお母年取ったお母さんが倒れて寝てて寝込んじゃってで何で記者で汽車で帰って。 汽車で帰ってこれ駅で駅で降りてああなな何年ぶりだろうかみたいな話、うん、続きはそこまでいやだから <laughs> いやどうにもなんねえわこれっていうでで,でこの続きは書いてないで感想は <laughs> これだけじゃちょっと感想も何もうんいや田舎に帰ったとこまでやん、ね、でだ,だこのあとどうなんのまだ考えてないうん と<ど> <laughs> 判断、判断の基準に達してません。一生懸命書いたんだけど。一生懸命書いたって言っても、だって、一ページでしょって。え、なに何時間かかって一ページなのって。だからプロット、まずさ、まずプロット書こうよ。どういう設定か、どういう設定かっていうのを、屋台骨を決めないと、うん。これだって、最終的にどうなんの考えてない。いや、だからプロットで、 寝るわ考えたんだけど一生懸命考えて書いたんだけどなんでそんな評価なのいやだって駅に帰っただけやんだからどうなんのこれど,どういう面白さがあんのこれどうなんのこれからうんうん鬼の郵便屋さんってない鬼の郵便屋さんって 鬼の郵便屋さんな何なのこれ鬼の郵便屋さんなんのこれ鬼の郵便屋さんって何郵便局の人が手紙を届けるけど鬼で角が出ててヘルメットからはみ出してるのでうんでどうなんの鬼の絵本なのそれえ鬼の郵便屋さんえな何で鬼なの 考えてないのまだ。うん、鬼なんで鬼の指輪さんって何えこうどうなんのこれ。繋がってない繋がんないじゃんこれ。寝ていいちょっとっていう。ちょね眠いんだけど、寝ていい飲んでるし。うん。み起きてから見るわ、うん。起きてから見る。うん。うん、いや、これだけじゃ分かんないよ。だって。分かんない。なんで怒ってんのねなんで怒ってんの なぜ怒んのだって、いや、見てもらってんだよね。どうってやって。じゃあ自分はどう、どういうふうに言ってほしいのすごいねって言ってほしいのそうでもないのそれを言っちゃお使命なのいや、でもそうじゃなくて。これだけじゃ判断できないって、これ。ペラ一枚だもんだって。しかも、プロットならさ、最初からどう展開してって、最後どうなるかって、あ、これな、これあらすじ面白いでも、だからもういい、あらすじでいいから最初書いちゃおう。あらすじでいいから。 いきなりさ、肉付けしないで、骨ない、骨ないからさ、骨抜きっつうんだよ、そういうの。骨がねえから、肉付けてもしょうがねえんだよ。骨作ってから肉付けないとさ、崩れるよ。うん。ああ、評価対象外だね。じゃあもうカンカンに怒って。うん。カン,カンに怒ってんもうもう。もう そんなこいや私褒めて伸びるタイプなのみたいなうんじゃ褒めてくれる人探せば寝るっつって「おやすみ、うん」うん」でまあそういった日々が流れるわけですよ <laughs> そういった日々がね、うん、日々っつったって4日ぐらいなんですけど4日5日いじゃよね <laughs> ねで、で、狐娘がね、風邪ひくわけですよ、やっぱ。うやっぱ住んでた気,なんか気候が違うから、気候ってかまあ、いろいろ違うから、なか具合悪くてか風邪ひくわけですよ。<laughs> ねほんで、で、俺はね、 風邪,くから風邪ひいたって言うからその時なんかレンタルビデオ借りてたらしいんですよ。うん、レンタルビデオ見たいっつってなんかレンタルビデオ借りてで具合悪いと熱あるとあ大変だなっつってで風邪薬と風邪薬とねあのー、水おいしい水とでレンタルビデオ返してきてねっ で帰ってきたわけですよ水と風邪薬買ってないからでまあ水道水あまり美味しくないからまあペットボトル水買ってきて「はいどうぞ」って「ありがとう」って言って、ね「これ飲んどき?」って言って渡したわけですよ「ありがとう」「休むわ」ってレンタルビデオもね返したよ本当代わりにで,でまあ俺は俺でいろいろやりながら、まあ、なまあ治って であー飯も一緒に、まあ、作って一緒に飯も食えばいいけどうーん一人かーっつって「食べたくないでしょ」ってうか食べたくない」って言うから「あそううんじゃあこないだ買ったカップ麺も食べるか」っつって <laughs> レンジのね電子レンジもやったらカップ麺取ったんですよ。立ってでお湯入れて「一人だから食べたくない」って言うから「じゃあ作るのもあれだな」って「まあ、カップ麺でいいか」っつってカップ麺を。 ずるずるっと食べて「ごちそうさん」つってしてた <coughs> でもこんばんは、うん、でそしたら「キゲだぬきはねもうカップ麺でいいか」でその後やほらよ次の日ぐらいになが具合が良くなってあだいぶ楽になった風邪薬効いたわ」みたいな感じで起きてきてロフトから降りてきた時ロフト高いとこがあってさ で冷蔵庫があってその電子レンジ乗っててでその上にカップ麺が置いてあったわけだからまあロフトから降りようとするときには見えるわけですよそこがそしたら「あっ!」って言うわけ「あっ!」ていうから「えっどうしたの?っの」ってったら「カップ麺ない」って言うわけ「ああ食べた」なんで食べんの?」っていうえ いや、だって食べないって言うから、作るのもあれかなと思って簡単にしました。なんで食べんのねえ。って言う。えダメだったって。あのさ、ご飯食べるときにさ、二つに分けて食べようと思ったのにさ、って。闇上がり一発で切れること闇上がり一発目で。 病み上がり一発目でもう、カップ麺食ったってことで、ぶち切れてんのよ、なんか。もう。食べるよ、それはって。だって、うん。てっちっちゃいよって。こんな、ち、ちっちゃい、普通のサイズだよって。おっきいサイズじゃないじゃん。ちっちゃいやつで一人用だよ、あれって。分けて食べようと思ったのにさ、って。いやいやいや、あれ分けて食べれるような量じゃねえよって。 いや、なんなら買ってくるよって言ったら。そうじゃなくて、勝手に食べたことに腹立ってんのって言うから。いや、いいじゃん、それぐらいは。え、68円だよって。切れることじゃないからって。そうじゃないのみたいな。めんどくせえ、こいつって。それまでさ、風邪薬買ってきてたよ。水買ってきてたよ。レンタルビデオ返してんの。で、治って一発目で、68円の、 カップヌちっちゃいカップヌ食っただけでブチ切られるの。なんこいつっていう。ああ、こいつ、あの癖出た。ああ、最初はね、最初はなんか感謝してたけど、ね。感謝して始まったなと。こうやって崩れていくんだなってだんだん分かったわけよ。まあまあまあと。まあまあまあ。いいじゃん、これ。でも俺も爆速く,く,くなって。そう、そう、それもまた、ね。それもまた後からなんですよ。そう、居候がっていう。<laughs> うん でねそう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 まあじゃあ買ってくるよったらそういう問題じゃないみたいなもうずっと怒ってんのでもうダメだこれと思ってほっといたんですよ、うん、でほっといたらどうなるかっていうとちょっと自分の気に食わないことあったらですねまあでく一緒に暮らしてみて分かったんだけどまあ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 電話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  とにかく何かあったらね電話何かあったら電話電話ずっと電話寂しいの分かるけど何かあったら今ツイッター今ツイまず家族に電話ねまあ親兄弟に電話ですツイッター今こっちはこうこうこう,うん友達に電話 うん、自分の気に食わないことだったらね、聞いてね、ね、こうこうこうなの。うんうんうん。だその時間があるなら勉強せよって思うんだよ、俺は。その時間なら勉強せよっていう。んでも、うん。ずっと電話。いくらかかって当時の携帯ですから、当時のね。20, 20, 20年近く前の携帯だから、もう高いんですよ。高いの。値段がね。 通信の今よりもずっと高いんですよ。で、いやちょっと電話しすぎじゃないのって言った俺は、うん。これからどっちも働いてないわけだし、お金ないって言ってたから、電話とかさ、そのさ、請求、すごい来るんじゃないのっての。俺はもう携帯持ってないから家、家の電話だけだから、それもそんなにかけないからさ、こっちからは。ね、節約してるから。だけど、バンバン自分からかけるんですよ。自分からバンバンかけるわけ。 聞いてみたいな、うん、だからから,おそらくペ、あのー、脚本書いてた時も俺飲みにねお女の人と飲みに行った時も家で書いてるって言いながらずっと電話したと思うんですよなんかそれぐらい電話すんのよ分かんない見てないけどそこは、まあ、様子見てたらもうとにかく電話すんのも,ものすごい電話マンなんですよ 一、うん、回かけると2時間ぐらい、1時間2時間当たり前で。で、携帯でしょお前、もう、それさ、って。かかるよってっ大丈夫パパの、パパの払い、パパの口座から引き渡されたから大丈夫いや、だから、だけど、いくらかかるのそれ。大丈夫だから、深夜割引でかけてるから安い、大丈夫ってわけ。でも俺聞いてるんですよ。ね。ある方から聞いてて。 月の支払いが7、8万、まあまあ、5万、6万、7万いくっていうんですよ。わかる携帯の、いくら安いって言ったって、いや、わかるよ。あんなにかけてたらもう、5万、6万いくよっていうぐらい。でも自分のお金じゃねえから、いやばもう、なんでも使い放題みたいになってるわけよ。大丈夫。パパ払いだから、みたいな。いや、で、こっから、 こっから急転直下に関係が悪くなるんですよ。うん。俺見てらんなくて <laughs>、もう、もうこの、この、この流れか、見てらんなくて、なんでかっていうと、なんでかっていうと、その頃、その頃、もうすでにうちの、あ、うちじゃない、その頃、髭だぬきと髭だぬきバーバは、200万貸してるんですよ。あ、200万ペソ、ペコね。200万ペコを、髭だぬき家から、 狐家のね狐狐親父に貸してるわけわかるあの200万ペコですよその後の話なんですこれまだうちあのねヒげだの親父が生きててヒげだぬきばあばも若くてねそこにき親父おが狐の狐親父が泣きながら頭下げて200万ペコ借りてったんですよその後の話です 全で俺それねヒゲぬきバーバーはヒゲダヌキには言わなかったんですよそれ。お金のことはあんまり言わない人だから髭ゲぬきバーバーはね。でも髭ゲダヌ親父は「いやこれはお前長男だから知っとけよ」っていう「知っとけよこういう関係にあるんだしこういうことがあるからちゃんと借用書もちょ取ってあるからお前は知っておけ」と。 っていうことで、ヒゲだ抜き親父から聞かされたんです。実はこういうことがあって、こうこうこうで、ヒゲだ抜き家から狐家に200万ペコ貸してるからね。ってことを、ヒゲだ抜き親父から前もって聞いてるんです。でき聞いた上で、ヒゲだ抜き、あの、狐娘がこっち居候してるわけ。わかるで、目の前でガンガン電話かけて、ねっ。 ガンガン電話かけて、いや、それかけすぎだよっていうのと、裏から1ヶ月の電話代を聞いてるわけ、大体の。で、いや、それさ、だから一緒に暮らして、かだ暮らしてるからこそわかるんですよ。これが別個に離れてたら、たまたま俺にかけてきたのかなとか思うんだけど、もう手当たる次第何かあったらかけるわけ。病的。あれは、病的。何かあったら、 パパーみたいな。かけ放題とかないから、当時。あ、パパーとか。なんだかちゃんね、ちょっととか。なんだかうん、今ね。みたいな。ひっきりなし。うん。なんかあったらすぐ。そうだから俺言ったの、そんなに電話してさ、って。ずっと喋ってくから。 うん、ちょっとかけすぎじゃないって。お,お金ないんだから、今。どっちも働いてないから。お金ないから。ね。そういうのはちょっと控えた方がいいんじゃないって節約した方がいいよって、僕き、すごい行くと思うよっての。たら、大丈夫パパ払いだから。パ,パパの払いだから大丈夫。安心して。みたいな。で、俺は、 俺は、事情知ってるから、それに対してちょっとカチンと来たんですよ。カチンと。あのさーって、俺これ言うなって言われてるけどさーって、お前知っといた方がいいわーって言って、ね。ひげ狸がね、言ったんですよ。あのねって。ちょっとこれは、いや、こう、すごい気遣って言いましたよ。センシこれセンシティブな話だから、すごい気遣って、あのねって。実は、 ね、おまんちの親父は今大変な状態にあるから電話もう控えなってったこれ知らないと思うけどこれ知らなかったらお前無限に電話とか使って向こうに負担いくから俺言うけど言うなって言われてたけどヒゲ狸からキツネ家に200万ペコ貸してんだぞっていう。 きつねキツネ親父が頭下げて借りてったんだぞっていうそれ知っててさパパバラパパの払いだから何ぼでもかけていいのっていうこと言ってんのそれお前ちょっとねちょっと考えた方がいいよってもうやめな電話って言ったら何それ知らないだからいいかもう働いてないんだからもう とりあえず電話はそんなしょっちゅうかけなくてもいいから、もうやめよ、電話。うん。きついと思うよ。うん。毎月なんか何,何万も電話代来るっての。うん。知らないからや、あれでしょって。かつかもう電話しまくって。見てて、もう本当、見てらんねえわと。やめなって言ったの。そしたら、何それ知らない。なんでそんなことあったのねえ。みたいな。 いや,やめた方がいいよ本当にってちょっと強く言ったんですよだんだん徐々にね徐々に「いやもう電話代とかすごいよ」って聞いたよ電話代うん向こう,向こうも大変だからだからそれ自分で払ってねえからそれあれなんだって言って自分で払って自分で払ってねえからあの何歯止めが効かなくなってるから見てたらすごいからもう電話ちょっと起きないたらもうなんかしょこんなんなってショック受けて。 ってなってて、で、ピピもうそこ、その後、ピピピピピとるルる俺が言ってる目の前でよ、目の前ペペペ,ペペペペってやって、プルルプルルってって、パパねえ、お金返せって言われたんだけど、って違う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 って、金返せって話じゃないって、こいつ頭おかしいんじゃねえのっていう、金返せって言われたんだけど、っていう、違う違う控え、電話を控えろって話なんだよって。 違うって、ああ、なんでこ、こいつなんなんっていう。どう思うこれ本当の話よ、これ。違う。ね200万ペコ借りたって本当ね借金返せって言われてんだけどっていう。目の前でだよ。俺の、俺、もうしかもね、10分ぐらい、10分間15分の話ですよ。 俺金返せって言ってないんですよ。そういうこと、センシティブな話だから、ね、気を使って言いましたよ、気を使ってん、ね。パパも大変だから、電話やめなってた俺は。これ、至極真っ当ですよ。なのに、向こうには、なんか借金のこと言われたんだけど、借りてるの私知らないんだけど、返せって言われてる。 言ってないって、ね。なんだ言ったのかって。今言われた。私知らないんだけど。みたいな。でそうじゃなくて、そうじゃないんだって。電話をかけすぎてるが、あー、なんでわかんないんだろう、この人っていう。もう、もう泣き、泣いてんのもう。え、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 えー、って泣きながら。パパ、言われた、こうやって。なんでこんなこと言われなきゃいけないの私が。みたいな。 いや電話すげえからだよ。うん。でその後ね、兄弟にも電話して、こうやって言われたんだけど、ねこうやって言われた、ひどい、ねお金のこと言われた、ねえ、えー、みたいな、変われってって言うから、変わったら。 さっきのこと聞いたのって言うから。なんで切れてんのそっちっていう。ねなんで切れてんのいや、言ったよ。だって。うん、だ俺だって言うなって言われてないから。あ、言うなって言われてたけど、お前、あんたらから言われてないからっていう。うちの親父から言うなよって言われたけど、謝るべきはそれは親父から、うちの親父にあって、ねあな。なんで俺謝んなきゃなんで言うの貸してんのこっちだよっていう。うん。なんで貸し借りてるのか。ね。これが十何年経って、返せって言うなってなるわけですドアこっち開けて。 わかるその脳、その脳だから、その頭の中の構造がこうだから、金返せって言うなって乗り込んでいくんですよ。ドアこじ開けて。これが18年後に、18年後ぐらいに、20年経って、20年経って、ね金返せって言うなって、ドアをこじ開けるようになるんです。 いや、俺は電話をかけるのです。かけすぎだよ。今こういう、あなたの家はこういう状態にあるから、うち助けたから。でも、蛇口を開けっぱなしなのに、いい元せんうん。蛇口開きっぱなしで水、水代かかりすぎるって言ってんのよって。まず蛇口閉めなって言ってんの、俺。 出すにしてもちょろ、使うだけ、最低限使う時だけやった。じゃばじゃば出すんじゃないって言ってんの。いや本当だよ、これ。俺返せって、だたら俺貸してねえもんだって、当時。しかも、親父に言うなって言われてるけど、見てられないから、恐ろ恐ろ言ってんの、俺は当時。いや、こうだ、大変なんだから、書いた方がいい。って言ってんの。 払い全部パパの払いだから大丈夫いや、事情知らないんだ、こいつと思って。知った方がしたら、何言ったのかい、あんたみたいなことを言われるの。なんで助けた方の言った言わないで俺切られんのいや、そうじゃなくて、なんで言うのさ。ねえ、なんで言うの信じらんないんだけど、みたいな。なんか、何、お金返せって言ったのかい,いや、言ってないよ、女。言って俺貸してないし、そうじゃなくて、 電話代使いすぎだから、ね。控えろって言ってるけど、ね。パパの払いだから、いくら使っても大丈夫みたいなこと言ったから、あ、こいつ分かってねえなって言ったの。なんでそういうことを簡単に言うのさ。信じられないみたいな。うん。で、その後電話切ってさ、ね。 泣く、なんかもう、べえべ泣いてんの。狂ってんねこいつら狂ってんなと思った、俺。れ <laughs>。言ってくれてありがとうじゃないの、それ。っていう。で、それを、だからその感覚がずっと治んないから、ね。破産しちゃうじゃん、それは。そりゃ、その時に俺分かってたよ。こいつ破産するなって、将来。 この,この性格ってこのやり方ずっと言ったら後先考えてないのも結果破産したじゃんってそうでしょ結果破産したじゃん破産したのもしてないって言うんだよ詳しくは第3章をお聞きくださいねいやもう俺ももう顎外れそうだったよだってなんでそう言ってねえじゃんそんなことって返せって言ってないで返せって言って こういうじお前んちの実家が大,大変な時期だから、で、で、髭だぬきから、泣けなしの200ペコ借りてったんでしょって。で、それで助けられたんでしょなんでお前がさ、我慢しないのってことなのよ。だから俺は、あの時、で、今回ね、今回、お前らも返す義務ある、返すね、義理はあるんだよって。義務はないけど、義理はあるんだよって。なぜなら、お前ねって、ね、き、ね、つ娘、 お前電話でパパ持ちでずーっと電話してて、ね、月5万も6万もかかってたでしょと。それはお前も使ってるんだよってことなのよ。ね、キスネ娘。お前も使ってたでしょヒゲダヌキから借りた200万ペコ。だから義務はないけど、義理はあるんだよってことなんですよ。そしたらね、から玄関口で、これ言ったの。いや ね、お前たちに義務はないよと。ね、あの、き、め、娘と狐娘のダーにね、夫婦で来てるから。夫婦で、ね、あの、ヒゲキの玄関に来てるから。から改めて、いや、君たちには返す義務はないけど、ね、道理はあるんだよ、ったの。使ってるから。っていうのは、その、20年前の、約20年前の、ね、約18年前か、18年前の、 あ、違う、20年でや、二十年、二十年前の、まあ、どうでもいいか、20年前の貸した200万ペコのうち、お前の電話代は何万かかったん、何万ペコかかってんだって話なんですよ。知ってっから、それ。<laughs> それも、助けたんだよ。ってことなの。だから、お前使ってるんだよ。知らず知らずのうちに。ってこと全部説明したの。ヒゲたぬきは。ね、昔昔その昔。うん。そしたら、 そ、だからね、返す義務はない。けど、道理はあるんだよ、っつったの、俺は。あ、俺じゃないからね、髭玉きは。そしたら、ね、狐娘でっけえ声で、なんて言ったか。義務ないなら言うな義務がないなら金返せって言うなすごくないっすかあいつら <laughs> すごくないっすか 全然ね、反省と感謝がないんですよ。全然感謝も反省もないんですよ。びっくり。 義務ないなら返せ、金返せって言ってくんなっていう。そうじゃなくて、お前も助けてもらってんだよ、あの時っていう。で、それに立ち合ってんだよって。目の前で見てるんだもんだって、バンバンかけてくんの。で、言ってんだもん、自分で。パパの払いだからいいの、なんぼかけてもって。言ってんだもん。もう、べーべー泣きながら、もう、ね。 家族に電話してみんなから俺怒られて頭おかしいでしょ金貸したね金貸した息子がね教えねこうだよって言ってやったら向こうの金借りた方のさ親兄弟が電話越しに俺怒鳴られんの「言ったんかお前!」って 逆にんで言ってねえのっていう。なんで知らねえの逆にこいつ。っていう。そういうので、金返せって言ってませんから、僕は。っていう。でも、金返せって言われたって言っちゃうんだもんお金のこと言われた。金返せって言われた。だからそれ聞いた親兄弟は、金返せって言ったのか、お前って言っ言ってないですよっていう。もうそれ。ほんでもう、べーべー泣いて。 ピーですよ、そんなもん。ピーでしょうん。どこで、どこで泣いてたかも教えようか。ロフトの階段のはしごのとこで泣いとった。ロフトの端のとこで泣いとったことで。えぇー、えぇー、えー、言われ、ええー、って。あ、こうやって情報って操作されるんだと思って、怖っ。怖っと思った。うん。 泣きながら嘘言ったら本当になっちゃうんだもんだってうんほんでその後電話切ってねいやそうじゃなくてってことこうこうこうだらこうなんだよ節約しようってことを優しくさ俺は怒られたあとだけどさそういうこと言ったんじゃなくてやだ俺ねこ,これはやっぱり言わないでおこうと思ってさだけど俺はもう もう我慢できないから俺は。もう王様の耳はロボの耳って言わないと気にすまないからここで言ってんの俺。俺じゃない。ひげだぬきは <laughs> おう。ほんで、ね。ほんでまあなだめましたと、うん。まあまあって、まあまあ今日はそういうことじゃなくて、もう携帯かかるから向こうみんな大変になるから、 携帯我慢すればその時間を勉強に回せるからいいじゃないもうとりあえず携帯もう金ないし東京始まってもう向こうとは違うんだからお金かかるよ東京ってだから節約してこねっつってなだめたのその時はずっと使ってるから俺なんか電話で他の人と話してないじゃんってそれは東京生活で金かかるからうんね うん、うん、みたいな。うん。分かったとは言わないんですよ。うん。言われた。うん、その発想が俺、そうやって平気で嘘つく、疲れてる時に、俺もうね、言ってない、そんなことって。だから、冤罪ってこうやって生まれるんですよ。ピーなやつが、被害妄想で自分の、うん、俺じゃない、髭だぬき、そう。髭だぬきよ。 うん、口癖で俺って言っちゃうけど、うん、そう嘘嘘なんだもんだってもう,もうな被害妄想って被害妄想で事実変わっちゃうのかもしくはこういうんなこと言われて腹立ったからこいつ落としめてやれって言ってわざと言ってるのか、うん、発想があの頃と今変わってないんだもんだって 全然変わっってないんですよびっくりするあの時まだ俺ねあの時のショックはわえこいつ」って思ったこれダメだなと思ってあちょっと無理かなと思ったのその時まあでもうんまあまあつってさでもう俺の中で何かがちょっとずつ崩れてったんですよもう最後の最後の土留めがボロボロボロってきたんですよ その一瞬で「あダメだこいつら」と思ったらボロってきたんですよ、うん、そうそうパワーワード使ってねパワーワードと泣くわめくで事実ねじ曲げてくるからほんとやべえっすよでねでその場収まったわけさあここから この新生活はあっという間にエンディングを迎えるわけです <laughs>、ね。この新生活はね、2週間経たずに終わるわけです。いいですか浜松町に降りてから2週間経たずにですよ。いわば10日そこそこでこの生活は終わりを迎えます。さあ、その終わり方はどうだったかはこれから。ね。 すでにもう4時間22分話っぱまだ大丈夫みんなこっからよこっからこっからだよあ、うん、ね今日の三枚おろしねさてさてそうその生活はあっという間に終わるわけですじゃあどう終わるかどういうエンディングを迎えるかですよ 2週間持ってないたった10日間ぐらいだと思う。で、俺はロフトでパソコン。まあゲームや,ゲームやったから、その時ゲームやりながら。で、ロフトの下では、ね俺じゃないわ。げだぬきは上でパソコンに散ったわけ、ロフトの。うん、で、き、ね、引きて娘は下のパソコンラックのところで、あの、書いてあるね。 書いてたわけシナリオ脚本書いてたわけで,きずで,で俺はずっと、まあ、ヘッドホンしてヘッ,ンヘッドホンじゃないなんか、あのー、ここで、まあ、ポトリスってゲームがあったんですよ昔ポトリスってゲームがあってそれすげえハマっててでその時はもうなんかあのー、面接の書類を2社ぐらいに送ってで待ってる状態だったんですねだから別になんかやることねえなーっていう感じで まあポトリスっていうゲームにはまってたからまあ何時ぐらいかな今ぐらいの時間 <laughs> 夜中の1時ぐらいからとなんだろうね今,今ぐらいの時間ぐらいずっとやってたんですよでまあ何気なく会話しながらもう俺俺じゃないですよ全然絶対俺じゃないうんファンタジーの話うんラストファンタジーねラストリゾートの話で,すで でまあロフトの下で書きながら俺はロフヒゲダヌキは、ね、髭上でパソコンでゲームやりながらまあ、たわいない話をしたわけですよで俺は結構ゲームやるときってあんまり喋んないしこういう喋るときは喋るけど喋んないときんないんですよだからずーっとやってたら、まあ、一方的に話しかけてくるわけ煮詰まってなんかもう集中できなくなってんだなと思いながらうんうんって言ってたわけ、うん、で、まあ、たわいない話うん うん、みたい,ないや俺は、うん、どうかな俺はあれだなとかうんいやそちうんどうだろうそれはダメなんじゃないとか、うん、これからまあ作っていくに関してどうだねとかって言って話もたわいな話ですそしたらねまあ話の流れで「あのー、愛って何だと思う?」って言われたの。<laughs>「愛って何だと思う?」 って問いかけが来たわけうん下からロフトの下から「愛って何だと思う?」って言うから「愛ってうんまあ俺の中ではまあ答え出てるけどね」っていういや俺いろ結構その哲学書とか読んでたから哲学とかあの何宗教の本とかって結構まあ何ちょっと読んでたんですよ 宗教とか哲学とかまあがっちりは読んでないけどまあなんて誰かは何何々っていう哲学者はこういうこと言ってたとでプ,ロ、あのー、プラトンだとか、あのー、キルケゴールとかあとは何だろうね、うん、まあそういうの読んでたんですよ、まあ、ちょっと頭パッと出てこないけど、うん、アリストテレスだとかかそういうの ちょっとかいつまで読んでたんですよ。んアリとテレサはこんなこと言ってたよ、みたいな。えー、みたいな。読んでたから、愛って何って言われたときに、いや、俺、そううの読んでて、自分の中で愛って何だろうなってずっと考えてて、一応かた、ま、考えは固まったんですよ。愛ってはこうだな、あ、それはそうだな、当てはまるな、じゃあそうだなって思ってて。だから、愛ってはこうだよって言ったんですだかたら、私はね、そうは思わないなっていう答え返ってきたわけ。ああ。 なんだと思う?」って聞いたら「私はね分かんない」まあ全ここな「全部この中で全部てめえ分かってねえな」って思った何から何まで分かってねえなおめえ」って思いながら「分かんない」うん「あそううんいいんじゃないそれで」って言ったら「なんかそれでカチンってきたんじゃないいいんじゃない分かんないんだな」って、うん「まあ俺はまあ答え出てるからね」って言ったらで、まあ、ポトリスやってたんですよそしたら それなんか尺触ったんだろうね。絶対分かってないわみたいな。おお、絡んでくんねえ。うん。まあ、そう思うならそう思ってっていいよってさ、うん、俺はもう固まってるから考えよう。それ間違ってると思うよみたいな。だから、じゃあね、もう一回説明するけど、愛っていうのはね。 一言で言うなら、俺はなくしたくないっていう気持ちなんだなっていう。ってことを言ったわけ。なくしたくないっていう気持ちっていうのが愛なんだなつまり愛のある状態っていうのは何かを守ろうとか、だか守ることが愛じゃなくて、消さないこととか、いわば執着することとか、自分のところに置いておきたいとか、自分の手の届くところにね、手の届く範囲で置いておきたいとかっていうのが俺は愛だと思ってるから、つまりなくしたくないっていう気持ち、心が 愛だと思ってるつまりなくしてもいいやこいつとはどうでもいいやってなったのがもう愛がない状態でしょっていうい、うん、らないと思ってゴミ箱捨てるやつってなくしてもいいやつでしょでも同じもんでも同じ手紙でも例えばねあの請求書の控えとかっていうのはさ手紙で来てもさ別になくしてもいいと思うから取っとくけど取っく捨てるけど、ね、好きな人からのラブレターってなかなか捨てらんないのはそれはなくしたくない って思うから、それは、ね、例えば好きだった人とか、それ、だからその気持ちっていうのが愛なんだよ。つまり、なくしたくないっていうのが愛なんだよっていうのを、俺は24歳で言ったんです。あ、俺っちゅうか、ヒだぬきはね。24歳の頃に、もうたどり着いてて <laughs>、なくしたくないって気持ちが愛なんだから、うん。だから、愛、ね、例えば、車が乗ってったら愛着ってわくるでしょ愛がつく。なくして、ね、これはもう乗りやすいし、もう自分の、 感覚でも自分の思い通り動くようになったから愛着がて愛車って言うでしょペットのこと愛玩動物って言うでしょうんでも同じ動物でも同じ豚でも飼ってる豚と、ね、他人が養豚場で飼ってる豚は違うでしょ つまり、なくしていい豚となくしてない豚の違い何かって言ったら、愛があるかないかだから、愛してる豚は飼うけど、愛してない豚は食べるでしょ。だから、愛っていうのは、なくしたくないっていう気持ちなんだよ。俺はこう思ってるんだよって。で、ヒゲだヌキは言ったの。ロフトの上からゲームをやりながら、言ったの。24歳か23歳の頃、そうやって言ったんですよ。24、四五かな。24、2の時言ったんですよ。で、そしたら、キツネ娘は、 うーん私はちょっと考え違うなっていうから。うんうん、じゃあ何って言ったら。わかんない。うん、説明になってないって。<laughs> わかんないって言うんだら、うん、わかんないって言うんだら別に俺が間違ってるっていうのも言えないんじゃないわかってないんだし、うんあの別の別の、別の軸の話もないわけでしょっていう。ただ、私はあなたとより恋愛経験は豊富。みたいな。<laughs> 私はあなたより恋愛経験豊富だし、うん。だからね、私が分かんないんだから、あなたも分かるはずない。みたい,ないやいや、だからあなた分かんない分かんないでいいじゃん。うん俺は俺で分かっ,分かっちゃってるから、俺はそれって考えたから、うん。だあなたはあなたでいいじゃないう,うん。あなたはあなた、そう思って分かんないって言ってるんでしょ経験しても分かんないんでしょ で俺なんかで経験して分かんないならバカじゃんと思ったけど口に出さずにね「いやあなたは経験して分かんなかったわけでしょそれがあなたの答えなんだから今はそれでいいじゃん別にそれ否定しないよ」つって。俺は俺でそういういろんな本を読んだり経験でそういう風に思ったからうん愛っていうのは人対人だけじゃないから物とか動物にも愛はあるからそういった意味では愛っていう説明はこうだと思う。うん でもあなた恋愛経験ないでしょ。いや、だからそこ、なんでそこ攻めてくるのいや、そう、ワンダテイよりはないですよ。うん。ねえ、その結果があなたおと、ね、あなたは男に、あたロの中でよ、コロで、おめ男に狂ってくからさ、今のお前なんだろっていう。俺、その間で勉強してたから、いろいろ知ってるんだよっていう。その違いだよって。うん。酒飲んで男に走ったんでしょ違うじゃん、あんなんって。 それでわかんないんでしょバカじゃんって思ったけど言わなかった俺は。言わなかった。うん。いや、あなたあなたの考えでいいじゃん。俺は俺だから。違うと思う。もうずっとこれ。もうずっとこれ。いや、俺さ、いや、いいじゃん。そら、あなたあなたでいいって、あなたの愛の形があるんだからいいじゃない。俺は俺であるから、それは尊重し、お互い尊重すればいいじゃない。うん。いや、だから俺を屈服させたかったのよ。 簡単。それは。なんで聞いてきたのかっていうと、聞いたふりして、すごいねって言ってほしかったの。あ、わかんないんだよ。でわかんないよねっていう。そうだよね。わかんないよねって言ってほしかったのよ。でも俺は俺の考え、聞いてきたから答えたら違うと思う。うん。でも俺は、わかんないっていうことによって、わかんないって違うよねって俺は言ってないわけだ。あ、わかんないんだ。うん。まあ俺はわかるけどね。 俺は、俺は分かるってか、俺は考えまとまってるけど、分かんないのは分かんないでいいんじゃないっていうとが、なんか、だからロフトの上から、ロフトの下に向かって言ってるから、かなり上から目線にかける上から目線だったんじゃないも、もろ上から目線、ロフトの上からさ、うん、分かんないの分かんないでいいんじゃないっていう。その、立ち位置で。いお互い、俺は、向こうは否定してきているけど、俺は認めてるんだけど、 ロフトの上とロフトの下だから、しかも結構な高さだから、うん。いや、わかんないな、わかんないでいいと思うよ。何その上から目線。何なのいや、上、上にいるから。<laughs> 上から目線何とか思われてるかもしれないけど、上だから俺今、立ち位置が。うん。いや、だからあなたはあなたでいいって言ってんじゃん。俺には俺の世界があるから、それはお互い尊重しましょうって言ったら、ちょっとその言い方何いっつも否定するじゃん。してないじゃん なんで私の言うことをいちいち反対してくんのって。してない <laughs> あなたはあなたでいいって言ってるじゃん。え、なんでわかんない言ってること。なんか否定された気になる。なんでなんでそう,いう言い方すんのいや、お前こそなんでそう,いう言い方すんだよっていう。うん。おかしくねえ、なんかその発想って。いや、もうじゃあこの話終わろう。もう終わり終わりこの話って。うん。集中してな、そっちに。つって。言ったら。 なんでさ、って、もう終わ、終われないんだね。うん、なんでさ、私のこと認めないのいつもみんな、みんな私のこと認めないみたいな。いや、でしょうね。うん。共感欲しいだけですよ。共感欲しいだけ。ただただ。でし、ですよねーとか、そうだよねーっていう。外明るくなってきたね。いつもこうです。うん。そうよ。うん。で、 まあ言い合いが、ちょっと軽く言い合いになるわけ。いや俺認めてない、俺認めてない俺認めてなくねっつって。いや、認めてるよね。わかんないね。わかんないでいいって言ってるじゃん。いや、な、この話くだらないなーつって。で、今度、あん時はもう、ねおん。お、お、女、女あるある。あん時はさこの時はさって。それに対していちいち、あの時は。俺覚えてるから、くだらないこと。あん時はこうこうこうでこうで、それ間違ってるよ。 あの時はこうだったじゃん。いや、違う違う。それは、あなたがやるって言ったことやんなかったからそうだったんだよ。前もさ、いや、その前も時なん、じゃ前も時って、俺から言ってないじゃん、それ。なんで全部否定すんのってなって。で、で、最後に出てきた言葉が、もう無理って、いや、こっちはセリフだよって、<laughs> こっちはセリフだよつって、もう無理って言われたんです、え、俺、 お前からずっと話しかけてきてんじゃんって、俺。うん。もう無理って何それってって。もう無理だ、ピピピピピ。もしもしパパ帰るみたいな。帰るはもう無理だよ、もう、この生活。やってらないよ、もう無理帰るうん。あ、帰んのうん、帰んな <laughs> 帰んの時間帰んのうん、帰れ、帰れ。もういいよ、もう。好きにしないよ、もう。って言って。 <laughs> 好きにしないよって。うん、ああ、ちょっと待って。ね、これ二人の共通のお金のやつでね。これ一、ね、円単位で分けるから。いらない。いや、持ってけうるせえから、お前、後から。なあ。後からまたな、いらないっつって、お前、取られたって言うんだろう。もう、半分にすっかりは持ってけって言って。もう、俺も、俺ってか、あの、髭だぬきも、もう、もう、腹立って。腹立って、もう、何こいつって、もう、だめだ、これってなって。で、あとからで、ちゃんと、 何ぼあったかな一万円ちょっとあったんかな共通の。これを何かに使おうって言って入れてたやつがあるんだけど、それも、ほら、これって言ったら、これ分けるからって。いい、あげるあげる。いらない、いらないよ。使って。みたいな。だから、ダメだお前。後から取られたって言うだろう。もう俺もうダメだお前もうって。今言ってること、俺と二人っきりで言,、ね、言ってるけど、お前他言ったら盗まれたとか取られたって言うだろう。いや、事実作ろうわ。つって,って。ちゃんと一円単位で分けるから。つっ,って。 って分5000何本だと思うけどこうやって渡して「持ってくよもう頼むから持ってってくれ」って言って「うん、返せ」って言ってないのに「返せ」って言ってその後ね黒猫呼ぶわ」と「呼べよ早く」ってあ「じゃあ俺寝るわ」って今ぐらいの今よりちょっと朝方かなやっぱり今ぐらいの時間ぐらいに「ね明日の朝一でく黒猫呼ぶわ」と「お荷物まとめろ」みたいな「荷物まとめまとめるから」って言うから「あ、う、あ、ん、好きにしな」って。うん いいいんじゃない帰りたかったら、うん、結局お前何にもできなかったな何しに来たんだよっても最後ね最後ちょっと優しく言ってたけどもう最後俺も、ね、い言いたいことあったから何しに来たんだよお前って何 <laughs> 本当、うん何にも残んなかったなうんいや1か月前から分かってたよこうなんのうんでもお願いお願いって言うから受け入れたんだけどお前は何やってもな最後までできないねっ、うんね、ずっとお前そうやって生きてきな そうやって中途半端に全部生きてきなっていうロフトの上からこうやってこうやってロフトの上から、うん「お前何やっても何もできないよ」ってもう映画とかもうやめない言うのとか映画とか何か作るとかやめなもうん、<laughs> 向かないと思うみたいな、うん、楽な方ばっかり行くじゃん「もうやめて」みたいな「やめない」「言いたいこと言う最後に」言って「うん、やめて」「もう言うのやめて」って言って荷造りしてたけどもう 二作りしたけど、最後だから俺言わしてもらうわ、っつって、もうボロクソ言ったの、最後。<laughs> ボロクソ、うん。上から、ロフトの上からもうさや。もうやめてうるさいって言われたけど、ダメ言うよって。ずっと我慢したけど言わしてもらうわって。うんねね、あんまり自分のね、能力過信しない方がいいよって。お前何もできねえからっていう。な何もできないくせにさ、できる、できると思うな、お前は。 地元の友達なんて言ってきたんだろうね。恥ずかしすぎる。私見てて。テレビ、テレビで、テレビでプロデューサーになるからとか言ってきたんじゃないなんか。でか、もう簡単に想像できるよ。うん。映画とか作って、最後スタッフロール乗るから。みたいな感じ言ってきたんじゃないのうん。恥ずかしい。恥ずかしい。いや、そんなもんでしょ。10日間で買いました。10日間。10日だと思うな。 でそれで,で黒猫呼んででスカイメイとかなんかで帰ったんじゃないお白しいてで帰ってさで最後こんなことだから帰ってさ、ね、帰ったじゃん帰った後うん、ね、帰った後に俺の悪口もうとにかく言いまくるんですよ。 うん、こんなこと言われたああだこうだ借金のことだねえしゃくぺこ借金じゃねえしゃくぺこのこととかさこうっち言われたああって言われたって嘘嘘うあいつの世界は嘘ばっかり言うんですよおっきく言って「んなこと言われたのかんなこと言われたのか何なんだ」って、うん、全部洗脳洗脳っていうか、うん、こっちからの意見も何もないから。 恥ずかしいよ。うん、でその後一1ヶ月、2ヶ月ぐらい経って、ね、2ヶ月ぐらい経って、俺が、よし、実家帰ろうってなるんですよ。なんか東京東京で働くっても嫌だな、東京ってって、うん髭だぬきはね。 よし田舎でインターネットで何かやろうっつって、帰ってくるわけですよ。うん。ねその後、家引き払って、捨てるもん捨てて、送るもん送って、最小限で。さて、時間もある程度金もあるし、ね、金あるったってまあ40万ぐらいですよ。金もある程度あるし、さてなんで帰、どうやって帰ろうかな普通に帰るのつまんねえなと思って、そこで、よし東京から、 ね、北海道の余一町までひげだぬきは思うわけです北,海あ北海道道余一町まで、ね、東京の江戸川から北海道の余一町まで「よしママチャリで帰ろう」って思うわけですよさすらおこの世界中をって「よしママチャリ帰ろう」っつってあ,あ ママチャリで帰るわええー、っていう。うん。からママチャリの旅が始まるわけですよ。うん。ねつ全部で1200キロ。うん。ねあママチャリって言っちゃったね。そう。1200キロのママチャリの旅が始まる。うん。で、途中で、道の駅で立ち寄ったときに,に、ママチャリで帰るのええー。 何かあったんだ」って言うから「ありましたよ」っていう「<laughs> ありましたよ」っていうね <laughs> そううんほんで帰るわけですよ、うん、キツネ娘の住んでるね北海道に。 キ,キツネ娘が住んでる北海道にヒゲダヌキはチャリで帰るわけですよ。そりゃもうその時に第一分断線ができる三十八す38の線がバチッて引かれるわけですよ。バチッてキツネとさなき間に。うん。ねえ。ねえ。 <laughs> 38番バーシェンで、お互い、ね、狐家と狐家は、ね、お互い、ちょっとケンケンガクガクになるわけです。ちょっとだけ。ひげだぬきバあばとひげだぬきじいじ、おやと、キツネ娘、あ、きつねパパとキツネママは、まあ、 まあまあ子供たちのことだからみたいな感じで言ってんだけどこっちはなこっちはちょっと何考えてんのよみたいになるわけですよ2週間かかった2週間14日ぐらいかかったかなうんいろんなとこ寄ったしねいろんなとこ寄ったから1日1 0 0走って1 1 0 0ぐらいはマムチャリ濃いでまあ大体それぐらいだよねうんた楽しかったですよ、うん、でいやなんか上の連中はまあまあ子供たちの息子たちのしたことだからみたいな感じでまあ牽制し合いながらまあまあまあみたいになあるわけですよだけど 腹の中ではきつ娘が俺のね俺のなんかこんなこと言われたあんなこと言われたってこと相当悪く垂れ込んでるから、うん、すっごい垂れ込んでるから俺が帰ってきた時あ俺っていうか消えた時が帰ってきた時もまあ白,じ白,白,白,白い目だよね白目でこうやって見られるみたいな、うん、だ俺,俺はまあやっぱり孤立そっから若干孤立してるんだけど うん。だから、まあ、それからね、数年、数年、つかず離れずが、うん。げないですよ。うん、げないです。んで、つかず離れずの関係があって、で、うちの、うちのっていうか、その、髭だぬきのじ、親父が、死んだときに、葬式で集まって、 ちょっとあの頃の、あの頃を忘れようかみたいな空気になるわけ。まあまあ、前はいろいろあったけどね、みたいな。あれから何年も経ったね、って、向こうは言う,言うんだけど、葬式で。うん、俺の中では、忘れてねえがんなっていう。うん、<laughs> 俺の中ではね。うん 忘れてねえぞっていうのがあって、俺の中では次こういうことがあったら絶縁っていうのはその時決めたんですよ。その時ではもう、ママチャリで帰ってきてくるときに、あ、ママチャリじゃねえや、その、うち、あの、冷ゲタの親父と、親父が死んだ時の葬式で、まあ、ちょこっと話せるぐらい、あの時は若かったね、みたいな。うん。 ああ何年か前はちょっと至らないとこはお互いあったねって言うけどいやお前,たちお前だけだろって思うんだけどその時は我慢して、ね、思ったんだけどまあちょっと仲良くなったんですよ。元に戻,戻るまではいかないけどもなんかその一応建てない上はちゃんと大人なんだからみたいなお互い。うん。ってことがあったわけ。であの時はまあ一応水に流すまではいかないけども。 まあ触れないでおこうみたいになったわけですよ。うん、でなったんだけど俺の中では仲よ仲良くなったんだけどもう一回ああいうことがあったら俺は縁切るって思ってた。わかるこういうことがもう一回あったら俺は縁切ろうと思ったんですよ。表で笑ってるけど。うん かもうあんなことがあったらもう縁切るしかないって思ってニコニコしながら付き合ってたのからの第1章第2章第3章ですもうひげだぬき家としてはひげだぬきーバーも全部知ってるから、うん、もう終わりだね、うん、もうもうもう構わない方がいいっていうか ほう切った方がいいっていう結論に至ってではさ200万ペコをチャラにしようとしますよそれが第3章で言ったねひげ,ひげだぬきばあばに対してですよ「おばちゃんくれるって言ったよね200万ペコくれるって言ったよね」っていうことなんですよ だから借用書があるかないか借用書あるかないかっていうのをコピーよこせって言ってきたのはそんなの書いたことないってキツねキツネ親父が言ったからですよきつね親父がそんなもそんな借用書書いたことがないって言い出したからなのに俺あのヒゲなぬきは借用書持ってるよってこと言うわけですようん。 でもチャラにしたする気満々だから、書いてないなら、借用書ないんだったら払わなくていいよね。だから、あるもんならコピー出してみなってことなんですよ。だって、狐親じゃん書いたことないって言ってるんだから。書いた覚えないって言ってる、うん。ね。あるよ。じゃあコピーちょうだい。で、借用書なかったら10年で、 10年、5年だったかな身内は5年。借用書あっても10年でチャラになるんだけど、これ条件ついてるかついてないかで、ちょっと変わってくるらしいんだよね。うん。まあ、帰ってこないとは思ってるけど。うん。帰ってこないと思ってます。俺はで。俺は貸したわけじゃないからね。うん。俺に、あのー、なんだろう。債権はないから。 いやだぶち切れてさ、わーって言ったところでさ、何もならないじゃん、俺捕まって終わるでしょ。だから俺は、ね、全、俺ってか、ヒゲダヌキは、ヒゲダヌキの話を、昔話をねあ、昔話があるじゃない。それを僕はストーリーテラーとして語ってるわけです。俺の話じゃない。嘘だから全部。格空の話です。ヒゲダヌキと、ね、狐娘の物語。ね。うん。竹取物語みたいな感じ。うん。 ヒゲだぬき物語です、これは。そうでしょ <laughs>、ね、名前も住所も一切言ってません。誰とは特定もできません。ただ、身に,身に覚えのある人は何人かいるんじゃないかなこの話で聞いて不愉快になる人たちはいるんじゃないかな、うん、そうでしょこの話を聞いて不愉快になる人たちはいると思う で俺が変な死に方したらちょっとみんな覚えといて。俺が変な死に方したらちょっと覚えといて。こんな話を。うん。狐の呪いだと思うかもしれないから。うん。狐の呪いかもしれないからみんな覚えといて。うん。ね。神様だから狐ってな、はあ。ここまで狐バカにしてしたら罰が当たるよなって。え、ね。うん。 変な場所でね変な路地で血流して倒れてたら狐の呪いだと思ってください、うん、10年前とちっとも変わったように同棲中のことだったよねそうねうん髭だぬきの話をタヌキの話よ、うん、だからその時に俺が電話越しで「このニートだよ!」みたいな ニートのくせによ、自分で金稼いでみろよ、自分の仕事作って、なあ。通勤してみろよ、お前、家にばっかり嫌がってよ、なあ。家にないで通勤してさ、金稼いでみろよ、自分で仕事作って金稼げよな、なって言われた時に、言われる前に、泣きながら、私どうしたらいいのね、私どうしたらいいの、っていうことはまた言い始めたから。えだからね。だから、俺は、あ、俺たよ、ヒゲ抜きは、ね、キツネ、ビッグマザーにね、 キツネおばあちゃんに土地をどうするかってことは聞くよって言った。やめてって言ってるでしょ聞かないでって言ってる。いや、聞いて何悪いんだよ。だって俺も危険にあるから。うん。消えたぬもね、危険にあるから。ね、聞くよ。いいね。うん。だから、これはそうじゃなくて、みんなで協力することだから、協力してあの土地をどうにかしようって話だから、だから喧嘩するとか、ね、そういった思い通りになんないからって言ってこう、ギャー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 落ち着けよ、まずって。もう 泣かないで落ち着けよとも泣いてんだもん電話弁護士で。で、で、泣いて、ギャー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 言ってっから、落ち着け、落ち着けって言って私いい、ね。私どうしたらいいのね私どうしたらいいのねこれからね、ね、どうしたらいいのやだ、分かんない、もう何していいか分かんない。何すればいいの私、分かんないね。えー、って言うから、落ち着け、落ち着け、落ち着けって言って。って言って、言っても全然止まんないから、もう発狂しちゃってっから、うん。発狂しちゃってて言うから、ね、だから俺言ったんでしょ、と。お前10年前と何も変わんねえなって言ったんですよ。 それが、十年前と何も変わってねえな、お前って言ったのが、ええー、何やとこらーなったわけですよ。お前このニートのくせにって嘘泣きかい、今の。今の嘘泣きかいっていう。い彼ニートがよーっていう。えーえー、えー、どうやってわかんないんって。十年前って変わんないね。ええー、何やとこらこんなニートのくせにてめえ、この野郎ですから。まさにキツネ。

すごい、すごいディスラれーだ。通勤してみろって言って。うん。ね。テレワークの世界が待ってた。俺の勝ちだなっていう。テレワークが。<laughs> テレ、要はね、通勤じゃなくてテレワークの時代ですよ。テレワークの。うん。自宅でソーシャルディスタンス。ね。うん。ね。5年先行ってるよ、これは5年先。聞いてる ねえ、5年先行ってんだよ、俺は。<laughs> ねえ。繋がったでしょこれが、ねこれは日本昔話ファ、日本昔ファイナルファンタジードローンクエスト、人間不死物語、ザ・ビヨンドですよ。 そうでしょねえあっちも目惑かけてんだよねすごいよ。<coughs> そうでしょで,でだから。 嘘を嘘を泣きながらとか同情かめて言ったら本当になるから例えばそのね前のさ言った不動産屋のおじいちゃんに対しても「あいつが間違ったんだあいつが間違ってあいつが嘘をついてるんだ」って言うんですよ。「本当だよこれ」「第3章ご覧ください詳しくは第3章ねあのご参考ください」「いや違いますよ先に向こうの家行ってから依頼されてこちら来たんです」って言ってるけど「いやいやいや。 間違ってこっちに入ってから間違って契約しようとしてこっち来たんだよだから間違って入ったんだよそっちいやだってねえあのなん不動産のおじいちゃんそうやって言ってなかったよって、うん、そ,っそっちに先に行ったって言うし理屈待ってるし嘘ついてんのお前らじゃないのってたいやついてないよ嘘ついてんのはあのおじいちゃんじゃないの嘘つきはあのおじいちゃんだよそしたらあのおじいちゃんが嘘ついてんのよよく言えるなって思って だから10年前からずっと自分の都合のいいように逃げと嘘を繰り返した結果今に至ってもそれを繰り返してるってことなんです。キツネは。嘘をついても悪いと思ってないの。だって俺目の前にき見たもんだって。携帯電話ね、借金でしてまでお金困ってるのにパパの払いの携帯の料金は きついよ。だから、携帯抑えな。使用の、使用量抑えて、自制しなって言ってんのに、金返せって言われたって泣きながら言うんだもん。いや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 ってなるじゃん。いやいやいやってなるでしょ。それを、まだやってんの。それ通じると思って、病気だよ。病気。ナチュラルボーンライヤーですよ。 本当だよ、これ、嘘だもん。20年前のやり方と同じことやってんだもん。嘘をつくこと何とも思ってないんだよ。うん。そうでしょ全部人のせいと、逃げと、うん、嘘と、だまし。 許さないよひげだぬきはって言ってたひげだぬきがひげだぬきがそうやって言ってた、うん、大変ですねって言っておちゃた大変ですねっていう、うん、まあ皆さんねこのえー、長らくねもうですね五5時間を回ったちょうど、ね、今週も5時間オーバーのあたるちゃんの この、ね、昔話、いかがだったでしょうか皆様、どういった印象を受けたでしょうかね。一章、二章、三章、ビヨンド。いかがだったですか本日は、これにて、閉幕でございます。皆様、長らくのご視聴、ありがとうございました。いやー、どうですかね。 この、なんだろうね。奇想天外冒険絵巻。うんね、古代の、古代のね、古代古の、昔々の物語。狸と狐の化かし合い。平成じゃない狸合戦ポンポコ。ね。 いかがだったでしょうかトータル10時間よ14時間にわたる大活劇ああね、汗びしょです汗びしょ まだまだいっぱいありますけどね、うん、まだまだいっぱいあるけどねうんエピソードはいっぱいねえあのなんだろうスピンオフいっぱいありますけどまあこれはまたまたの機会ですな「うん狐と狸のバカし合い物語」はスピンオフいっぱいありますけど これまたの機会ですな。<laughs> いや、俺、あのね、面白い話だったでしょ皆さんもこういったことをね、教訓に、人生ね、人を疑って、人間不信全開で生きていきましょう、皆さん。ね、うん。優しよ、優しそうにね、面倒見のいいような、ね、面倒見のいいようなやつほど、裏で何考えてるかわかりませんからね、うん、すべて疑ってみていきましょう。 うん、何かを持ちかけてくるやつを疑ってみましょう。ね。さあ、そういうわけで、メンバーシップのお誘いでございます、最後に。あたるちゃんのこの大スペクタクル、ね。<laughs> 何かを持ちかけちゃってるけど、この大スペクタクル、14時間にわたる大スペクタルクル、えー、平成たぬき合戦ポンポコ。ね。これをアーカイブで何回でも見れるのは、490円コースでございます。はい。 それだけじゃなく今までのラジオも全部見られます。もう見られませんよ。あたるちゃんの第1回から第220回ぐらいまでラジオはもう,もう見られませんからね、それを見るためには490円ご協力お願いいたします。たちゃんでで食っていきたいき なんとかしたい。な、ね、んとか成形立てたいと思っておりますので、どうぞどうぞ、清き490円。よろしくお願いいたします。なんなら990円でもね、190円でも問題ありません。なんなら1万2000円コースでも、ね、問題ありませんので、よろしかったらご検討ください。ではまた来週。さよなら、バイバイ。よっ